2010オートバックススーパー GT 開幕戦、舞台は鈴鹿サーキットです。解説レーシングカーデザイナーの由良拓也さんと元 GT300 クラスのチャンピオンドライバー福山秀夫さん、ピットリポート高橋二郎さんと一戸恵理子さん、実況下田でお伝えしてまいります。では注目2010年の開幕戦のスターティンググリッドをご紹介します。まずは GT500 クラスです。スタートドライバーも合わせてお伝えしていきます。まずフロントローです。注目のデビューレースになりました HSV はワークスチームのウィダーがポールを取りました。スタートは小暮隆です。フロントローにレクサスのゼント SC リチャード・ライアンスタートドライバー、2列目モチュール GTR ブノワ・トレルイエ、並んでエネオス SC ビヨン・ビルドハイム、3列目 MJ クラフト大島和也、並んでカルソニック・インパルロニー・クインタレッリ、4列目デイブリック HSV は伊沢拓也、その隣ペトロナス・トムス、ディフェンディングチャンピオンですアンドレ・ロッテラー、5列目ケイフィン HSV 種石俊博、並んで HIS 近藤、 JP オリベイラ、6列目エプソン HSV は道上亮、その隣に ARPAHSV のラルファーマン、参加13台の最後尾7列目からデンソーサード SC アンドレ・クートがスタートを切っていきます。GT500 クラスはご覧の13台のエントリーとなっています。500クラスは上位に3メーカーのマシンがうまく散りばりました。さあ一方300クラスは10台ぐらいに優勝の可能性のあるコンペティブなシーズンに今シーズンもなりそうです。ポールを取ったのはアメリア RX7 7号車の谷口、その隣に JIM ゲイナー F430 田中がスタートドライバーです。2列目アップスタート Z 阿部翼、 ARPA ガライア新田森夫、3列目ハローラーアクション APR74 号車井口、その隣にウェッツスポーツ、こちらがディフェンディングチャンピオンです折戸学、4列目ハセミ Z は星野和樹、その隣に86号車の JLOC ランボルギーニ、山西がスタートドライバーを務めます。5列目31号車 APR ハローラアクシオ佐賀光輝、その隣に87号車の、ランボルギーニイーリ、6列目アップル自然は加藤がスタートドライバー、その隣にハンコックポルシェ影山雅美、7列目27号車のフェラーリ山岸、そして26号車ポルシェはイゴール・シュストです、ウクライナ人、8列目66号車がアストン・マーチン、トリプル A バンテージ松田秀志スタートドライバー、初音ミク・ポルシェはバンバがスタートを務めます。9列目666号車ボクスター山下、その隣に予選でトラブルがありました真っ赤子玉中、最後尾から今シーズン FR にシステムを変えてきましたレガシー、 R&B スポーツは山野哲也がスタートドライバーを務めます。さて、予選も非常に見応えがあったんですが、その予選の中で大きなアクシデントがありました。昨シーズンは開幕戦を制した近藤レーシングなんですが、なんとアタック中これセッション2の出来事でしたが、リアを近藤レーシングが大破をしてしまいました。大きなアクシデントでしたね。そうですね、あのミッションケースまで壊れてしまったそうですね。はい、これよくスターティンググリッドに並べるだけの修復ができましたですね。そうですね、あの何事もなかったかのように修復されてます。はい、これは作業相当時間がかかったと聞いています。福山さん、はい、クルーはなんか睡眠時間2時間ぐらいだったという話ですね。そうですね、一応ホテルへは帰れたって言ってましたね、はい、そうですか、はい、徹夜にはならなかったけれども、非常に難しい修復作業を終えてなんとかスターティンググリッドに着くことができました。これ由良さん、修理費用っていうのは相当かかるんですね。そうですね、100万。はい、そうですね、100万は楽にいったんでしょうね。はい、はい、そんなアクシデントがありながら、近藤監督自身も改めて今シーズン、チャンピオンも見据えたシーズンにしたいというこの開幕戦、なんとか車をスターティンググリッドにつけることができました。近藤レーシングは10番グリッドからのスタートということになります。それではこのレースで最も注目されます、デビューレースになります HSV010 のオンボード映像でこの鈴鹿サーキットの一周をご覧いただきます。コースの解説は小暮隆選手です。ストレートは6速まで入るんですけど、
この時は向かい風で結構ストレート車速が伸びてなかったのかなと思います。1コーナーは4速まで落として曲がるんですけど、結構挙動が乱れやすくて、まあ、注意が必要で、2コーナーは複合コーナーになってて曲がり込んでるんで、結構難しいですね。筋は3速でずっと曲がっていきます。僕の場合はあんまり遠赤使わずに安定して走らせることを心がけてます。結構この逆バンクポイントで、その後の車速の乗りでタイムが随分違ってきますね。ダンロップはもう本当にちょっとアクセル戻すだけで、クリアできます。でデグナ手前で5速に入って、1個目が3速、2個目が2速ですね。まあ、デグナはすごくグリップはしないんですけど、結構決まると気持ちいいコーナーですね。ヘアピンは4速から1速まで落とします。まあ、この立ち上がりがね、やっぱ1速なんで結構トラクションがかかるかかからないか、マシンのセットで、その後のこのまっちゃんと言われるコーナーのスピードが随分違います。スプーンは5速から3速に落として、2個目もそのまま3速。結構ダウンホースは1個目は車速が3速でも高いコーナーなんで車安定してます。2つ目はやっぱり後のストレートが控えてるんで、うまく車速を乗せていくことがポイントになりますね。 130R は6速ニュータイヤだったらもう全開で、いかにもハンドル切らずにスムーズにいけるかがポイントですね。試験は6速から2速まで落として、僕の場合はあんまり遠赤使わずに、いかに速い車速を保って曲がれるかということですね。まあ、立ち上がりはちょっとインベタで、距離を稼いでタイムも稼ごうかなという感じです。さあ、新しい2010年代、これが最初のレースになります。そしてまあ、レースファンからすると待望の、全車完全なイコールコンディションイコール条件という中でこの GT レースはスタートを切ります。すべてのエンジンが 3.4リッター、そして駆動方式はすべて FR に変わりました。500クラスはそういう条件に変わっています。そしてホンダが NSX の後継機種 HSV を投入、即小暮がその期待に応えてポールを獲得しました。その後ろにレクサス陣営のトリプルエースの一角ゼントセルモ SC、 そして一昨年のチャンピオンチームミスモモチュール23号車が3番グリッドからレースをスタートします。これはなかなか書こうと思っても書けないようなシナリオで、予選は見事な決着を見ました。これですから福山さん、はい、それだけ各陣営の力がもう拮抗しているということでいいんですね。これそうですね、新型の HSV が速いんですけどコンマ1秒でしかありませんしね、はい、ですから本当に拮抗していると言っていいと思いますよね。この100号車レイブリックも新しいホンダの HSV という車です。それから由良さん、ちょっとたまに雨がポツポツ来たりとか、そうですね、そのあたりはちょっと読みは難しいですね。それと今日の雨は本当に砂を一緒に黄砂を一緒に乗せてますので、はい、路面状況はものすごく悪いんじゃないかと思いますよね。ですからこのスタートからしばらくですね、ドライバーにとってこの新しい路面状況にタイヤが馴染むまでっていうのが逆にある意味勝負どころですよね。はい、前半戦がものすごい大事になってくると思います。で、スタンド割と傘が開いてるなと思いましたけれども、やっぱ雨が降ってきました。です、路面コンディションをドライでスタートをするはずですが、スタート直前に雨、早くも2010年開幕戦から風雲急を告げています。さあ、いよいよフォーメーションラップに入ります。ちょっと西の空の方が暗いですね、やはりね。画面向かって向こう側、最終コーナー側が西です。そちら側の空が少し暗くなってきました。大抵雨は向こう側から来るわけなんですが、そうですね、まさに風もですね、旗のなびき方を見ると暗い方向から吹いてきてますので、はい、雨雲があるとすればこちらに向かって運ばれてくるという風ですね。そうですね、はい、従いましてちょっとその空を見上げて天気の読みも含めてレースを見ていかなくてはいけません。いや、雨がちょっと強くなってきました。さあ、それではピットリポーターの一戸恵理子さんに、路面のコンディションなどを伝えてもらいましょう。一戸さん、はい、まず現在の気温が16度、そして路面温度
度が19度となっています。今日はですねウォームアップ走行、このグリッドにマシンが並ぶ前のウォームアップ走行中にパラパラと雨が降り出しまして、各チームともグリッドにレインタイヤを用意していたんですけれども、その後雨が一旦止みまして、全車、レインタイヤを戻しました。その後今エンジンをスタートした直後ぐらいから雨が降り出しまして、今ちょっと強くなってきているような状況です。また今日はですね朝から黄砂が待っているようなコンディションだったんですけれども、その黄砂が雨の影響で空気中からなくなってきて、ある程度透明に見えるようになりました。ということはですね、雨に黄砂が含まれて降っていますので、路面上にかなり黄砂が落ちているような状況なのではないかと推測されます。以上です。はい、という現在の状況の報告でした。さあそれでは高橋二郎さんからタイヤの情報を伝えてもらいたいと思います。二郎さん。はい、今ですね雨が落ちてきた状況でですね、その中でも各社は全て、スリックで今フォーメーションラップに向かってますね。ただですね各チームはですねこの雨の状況を見据えてですねレインタイヤを出しています。ドライが続けばですね、大体そのミディアムソフトの中からですね、ミラーチョイスして、今スタートに向かっているわけなんですけども、その中で、HSV はタイヤに優しいというところを各社ですね、そのことで、ソフトタイヤをチョイスしているというところ、そして、注目のですね、カーナンバー1番チャンピオンマシンのですね、SC は固めミディアムソフト、ミディアムですね、ミディアムのタイヤ出ているというところ、そして300クラスはですね、トップグループ上位陣はですね、タイヤ無交換ということをですね、できるかというところでレースのですね進行状況を見つつタイヤ無交換というですね300クラスのトップクラスのマシンも多く出るかもしれません。以上です。はい、ということでタイヤ情報は高橋二郎さんに伝えてもらいました。HSV はややタイヤ柔らかめ、一方レクサスの方は少し固めではなかろうかという報告です。それから300クラスの方で二郎さんからも情報ありましたけれども、由良さん、はい、これですからタイヤを変えないチームがあるだろうということですね。そうですね、はい、十分予想されるので、ただこの気象条件になると、はい、ますます変えなくて済む方向にはなりますよね。はい、要するにソフトめのタイヤでも、自分持つような、はいはい、ちょっと濡れぐらいの状況になってきてますよね。はい、まあ、あとトムスのソフトタイヤっていうのは、当然今予選でちょっとミスって下位に沈みましたんで、はい、ペースを上げようがないと。そうなるとミディアムで、長いスティントを走ることができるようなチョイスをしたんじゃないでしょうかね。なるほどね、はいはい。という、まあ、タイヤをめぐる各陣営の思惑駆け引きというのが あります。それから今手元に情報入ってきましたが、雨は西ではなく東が降ってるという情報ですね。お、東というのは向かってコース左側、1コーナー側です。まあ、その天候も読みながら我々レースを伝えていこうと思います。さあ注目の新しい10年2010年代最初のレースのスタートが近づいてきました。記念すべきデビューレースで見事にポールを獲得しました HSV 小暮隆史、その小暮がスタートドライバーを務めます18号車ホンダワークス HSV ウィダー。さあ今ペースカーがピットに入ります。条件は完全なるイーブン、拮抗する競争力、クラスの壁を超越し言い訳無用のガチンコ勝負が絶え間なく続く2010年、勝ちたくば策を練り脳細胞をフル稼働せよ、勝ちたいかならば限界点を超え限界を突入せよ。さあ2010オートバックスーパー GT 今スタートが切られた。ウィダー HSV 好スタート、ゼントセルモも続いて上位は4台5台順位の変動はありません。後続も様子を見ながら、ただトムスは少しペースを上げてアンドレ・ロッテラ外からカルソニックインパルに襲いかかっています。1周目はトムス、ね、見どころありますね。言ってますね、はい、トムスが言ってます。後ろから逆襲を期すディフェンディングチャンピオンのトムスが言っています。さあこれは後続4台が今上位争いをしています。さあそして300クラスもスタートを切ります。10台ぐらいに十分優勝の可能性がある非常に拮抗した勝負が予想される GT300 クラス、 RX7 トムス、そしてフェラーリ、ガライア、そして Z と言っています。上位は、ま、世界の名車そして日本の車が混然一体となってチャンピオンを争っていきます。
さあ小暮がいきなりスタートラップからご覧のリードを広げていきました。ダッシュいいですね。そうですね、はい、早くもゼントセルもヘアピンの立ち上がりで少し差を広げました。上位3台割といいペースで逃げて、さあそして近藤レーシングをロッテラーもいいですね。いったいったーを前に出ました。ロッテラーのオープニングは鋭いものがありますからね。近藤の JP オリベイラも結構いいスタートを切ってこの位置にいるんだと思いますが、このアンドレ・ロッテラーと JP オリベイラの争いです。上位3台その後ろ、今これがクラフトですが、クラフトが4番5番ということになります。さらにその後ろにちょっと上、おっと多重クラッシュだ。いきなり開幕戦デグナー多重クラッシュ、ガライアが入ってます。初音ミク、それからシレンも入ってます、はい、31号車もいるでしょうか。カローラアクシオ、アクシオはなんとか、おっと小暮コースオフ、 130R で HSV、 なんとポールスタートの小暮がオーバーランです。いきなり波乱、いきなり波乱です。開幕戦これ路面相当悪いですね。そうですね、まだ車にワイパーが回ってますんでね、あちこちで雨が降ってるようですね。交差混じりの雨も降っています。そしてその雨が降るのか止むのか、路面が濡れたままなのか少し乾いてくるのか読みづらい状況ではありますが、そんな中トップを走っていた小暮がコースオフ、そしてここであっ回れない回れない、これはスリッピーだ、これはスリッピー、すごい難しそうですね。いやー、はい、難解難解なレース。そしてクラフト、この感激を塗って大島トップ。でもズルズルですね。わあ、そして前3台レクサスの隊列ができました。福平クラフト、その後ろにゼントセルモ、そしてエネオスルマン、3台いて少し下がったモチュール GTR、 開幕戦でポールを取った HSV 大きく後退、頼みの綱、ドームの小暮が大きく後退しています。したがってマシンを、まあ、過去3シーズンにわたって熟成を続けてきましたレクサス陣営。さあそして300のトップが入れ替わっています。フェラーリトップ、うわこれ曲がるの難しい、曲がんない曲がんない、なんということだ、全く曲がらない。46号車2番手を走っていました阿部翼、少しコースアウト気味にはらみましたが、なんとかコースに戻っています。うわこれは福山さん難しいレースになりましたね。もちろん難しいですね。ポールシッターが300の方もポジションを落としてますよね。非常に難しいコンディションになっているようですね。さあ300はフェラーリトップ、ただ予断は許しません。でその上位にいた4台が早くも、上位候補の4台が早くも絡んでデグナーで1回戦線から離脱しています。ちょっと整理しましょう。これフェラーリがトップ、その後ろにランボルギーニ86号車がいて、そして Z の46号車、黄色い車がハセミ Z ですから3番手、はい、4番手に、日産 Z が続いています。いや46号車は先ほど2コーナーでコースアウトしましたので、今3、はい、3号車です。33号車です、ね、33号車すごいですね、はい、雨のハンコックとも我々呼んでますが、はい、まさに雨のハンコック、ね、雨のハンコック、もう水を得た魚というのはこのことですね、はい、上がってきました影山雅美。このポルシェが履いているハンコックタイヤは雨に無類の強さを持っています。レースは3周目に入っています。来た、猛威を振るうポルシェ、猛威を振るうハンコックのタイヤパワー、前はフェラーリ、その後ろにポルシェ、イタリア対ドイツの一騎打ち。これ小暮選手さらにポジションを落としてますね、そうですね、ペースが全然上がらないですね、はいはい、さあ画面はさあポルシェが並んだ、ハンコック、ポルシェとフェラーリ並んだ並んだ、すごいですね、完全なサイドバイサイド、しかし 130R 影山だ、前に出ましたハンコックポルシェ、300でハンコックポルシェが一気に前に上がってきました。なんとこの車は14番グリッドスタート、すごいですよね、早くも3周目で一気に13台ごぼう抜き、これを本当のごぼう抜きと言います。さあ影山がトップ、その後ろにフェラーリ11号車はスタートドライバー田中哲也、さらに後ろがイタリアランボルギーニの86号車山西です、はい、で今由良さんからコメントありましたが、500はこれクラフトがトップで話してるんですが、はい、ウィダーの HSV がダメなんですね、はい、少しペースが上がらない、上がらないですね。ここは数珠つながり、モチュールがいてトムス、うわこれは日産とレクサスのエースマシン同士の対決になりました。5番手争いです。レクサス3台上位独占、その後ろに近藤レーシング、 JP オリベイラもこういう難しい路面は福山さん強いですね。そうですね、はい、全く強いですからね。10番グリッドスタートだった近藤レーシング、あの予選のリア大破を
見事睡眠時間2時間で修復した近藤レーシングのクルーの期待に応えています。 JP オリベイラ、そうですね、クルーのためにも頑張らなければいけませんね。見事にジャンプスタート6番グリッドまで6番手まで6番手まで4番グリッドまで上がってきました。4番手まで上がってきました。さあ6台抜いて JP オリベイラが現在4番手、モチュール、トムス、それから中島レーシング、エプソン、デンソーサードのアンドレクートがこの位置にいて現在8番手。いや、クラフトいいですね。はい、クラフトはいいですね。あの予選も良かったですし、朝のウォームアップも早かったですからね。で今1コーナー進入に入ったところで大島が少しローリングしましたけれども、はい、ストレートでもタイヤを温めようとしてましたよね。そのぐらい路面が福山さん、はい、難しいということになるでしょうか。そうですね。ウィダーはどうですか。130あるコースアウトで車を損傷したようにはちょっと見えなかったですが、何かねちょっと、はい、全く今のこのコンディションに車合わないようですね。そうですね、ここですからね、はい、今この位置で12番手ということになります。うわ、これびっくりだ。後ろ4台全部 HSV。 ガライアは煙が出てます。ガライアはデグナーで絡んでますが、そうですね、リアから煙が出てきました。これはタイヤとボディが擦ってるんですかね。悲願のチャンピオンを狙うシーズンになりました2010年シーズン。シーズン前に明治神宮で必勝祈願も行ったこの ARTA 陣営なんですが、ガライアいきなりオープニングラップでアクシデントに見舞われました。そのスローダウンしたガライアを500のトップのクラフトが悠然と抜けていきます。これ2番手以降はこれ僅差の接戦の一方で、由良さん、はい、クラフトのこの速さはすごいですね。素晴らしいですね。ペースが図抜けてますからね。各社が59秒ないしは、まあ、2分台の車もいる中でクラフトは58秒台を今も出しています。8秒前半ですね。ちょっとクルーに話聞いたところ、タイヤはそうソフトではないという話でしたから、まあ、ドライバーがすごい頑張ってるんでしょうね。あと予選のタイムの上位は3セッション走りましたけど、その合計の平均がクラフトがナンバーワンなんですよね。なるほど、はい、ですからドライバー2人ともすごい速いタイムで走ってたということになりますので、ちょっとまあ今日のダークホースかもしれませんね。そしてもう1台のダークホース近藤レーシングがエネオス SC ルマンを後ろからプッシュアップしています。 JP オリベイラは早く前を開けてくれという叫びを伝えるように後ろから猛プッシュ。この集団はなかなか見応えがありますね。そうですね、これロッテラーがどういう走りを見せてくれるのかちょっと注目ですね。 JP の後ろにブノワトレルイエモチュール GTR、 さらに、ペトロナストムスのアンドレロッテラーという、これはもう外国籍ドライバーの実力派が3人並んだという格好です。クラフトのトップは圧倒的な安泰のトップになっていますが、2番手以降はご覧のように5台が数珠つながりになりました。これどうでしょう福山さん、はい、一番この隊列の後ろにいる白い車のペトロナストムス、ここもワンチャンスと見ていいんでしょうか。はい、そうですね、ちょっと予選失敗して後方に沈みましたけれども、はい、あのプラクティスではナンバーワンのタイムを誇ったりしてましたのでね、これも早く前へ行きたいところでしょうが、まあ、あの焦って何か台無しになってもいけませんしね、ちょっと難しいところですよね。アンドレ・ロッテラーは今ブノワ・トレルイエの背後にぴったりついてます。見た感じトムスのロッテラーの方がペースは良さそうです。次郎さんどうぞ。そのカーナンバー1なんですけどね、今回予選の1回目そして今日の朝のですねウォームアップで、プロペラシャフトにトラブルが出てます。2回ですね連続するプロペラシャフトのトラブルに見舞われてるんですけども、たまたまですねその決勝のそのダメージになるというようなことはなかったので、まあ幸運的に考えていいんじゃないかなと思います。そして35号車トップの35号車とその1号車は、はい、同じタイヤを装着していると、やや固めのタイヤを装着しているという情報です。おっとこれは FRO が入りましたね。 FRO が入ってます。さあ 130R に入っていきます。ゼントセルもライアン、そしてエネオス SC ビオンビルドハイム、続いて JP オリベイラ近藤レーシング、赤い車が日産ワークスブノワトレルイエ、さあ来ましたアンドレ・ロッテラ。雨といえばこの人も申し子、アンドレ・ロッテラがブノワトレルイエのこれまさにお尻を捉えました。さあ1コーナー、ブノワを後ろからトムスのロッテラが追っています。逃げるクラフト大島和也、大差をつけてレースをリード、そして後続は金さん、さあロッテラついた、ロッテラついた、しかしまだここは牽制だけ、嫌な牽制の仕方をしますアンドレ・ロッテラ。このロッテラーから後ろの、7番手以降の集団はまた少し離れて、さあ S 字から行った、ロッテラー、ここで行くか、まさにここで行きました。インフィールドアンドレ・ロッテラーです。2コーナーですね、今 S 字の入り口ですね。2コーナーから S 字にかけてアンドレ・ロッテラーが抜けていきました、はい、
ここで順位上がって5番手です。ブノワ・トルグイエをまさにここで料理しましたアンドレ・ロッテラ。はい、あのニスモは今年からミシュランタイヤなので、ちょっとまあこの低温な路面には不向きなタイヤと言われてますよね。はい、抜かれたブノワは少しトムスとの差を広げられました。やっぱりここはアンドレ・ロッテラーが前に蓋をされていたような状況です。そうしますと次のこのトムス、まだまだ行きそうですね。これでも前の近藤レーシングを抜きますと、なんとなんとレクサス上位4台独占と変わります。ホンダのホーム、ここ鈴鹿でなんとレクサス陣営上位4台独占なるかという序盤戦です。それにしても早いクラフト大島のペース、そしてライアン・ビルドハイムと続いて近藤レーシングの JP オリベイラとトムスのアンドレ・ロッテラーのここはマッチアップになっています。前をプッシュしていたかに見えた JP オリベイラは今度は守るレースに変わりました。これはでもロッテラーは由良さん相当良さそうですね。かなりいいんじゃないですか。まあ実際にあっといったかな、いかな、はい、どうぞ。あの実際にね、練習の時からもずっとトップタイム出してますからね。はい、はい、たまたま予選のちょっとあの予選がうまくいかなかったというだけで、実力的には今回走ってる中ではナンバーワンのマシンですから十分可能性はありますね。さあ、そのナンバーワンの力を見せるべくロッテラーが JP オリベイラと駆け引きをします。 JP はここ1コーナーで抑えたとしても油断禁物。なぜならばアンドレはこの先で先ほどオーバーテイク行くと決めたらこの人はどこでも行きます。1コーナーをあんだけテールについたまま入ってね。そうですね、あれもなかなかできることじゃないですね。いや、そうですね、ダウンス、はい、自分のダウンスは抜けますからね。そうですよね、かなりですから、すごいですね。はい、あの余力があると思いま す、 そうですね、あれができるということは。早くもゾーンに突入したような凄まじい走りを見せています、この白と緑のペトロナストムス SC アンドレ・ロッテラ。これ抜く場所がないだけで本当に前へ出たらかなり速いですよね。速いですね、これは多分全然ペースが速いと思います。はい、そうですよね。そうしますとどうでしょうか、前仮にこの前にいる3台をロッテラーが抜くとクラフトプッシュも十分に可能と見ていいですね。はい、クラフトとは同じようなペースで走るんじゃないでしょうか。そのロッテラーは早く前の2、3つをどけて抜け出したいというところです。しかしながら並んでいる前3台はいずれも名手の名ドライバーばかり、ね、完全に合わせてますね。これは抑えられちゃってるな。 JP オリベイラが駆け引きをしています。行くか、行くのかロッテラー。ここはスプーンカーブは後ろから様子見で、ロッテラー以外の前3台は見た感じほぼイーブンペースのような感じです。もう間もなく GT300 が出てきますんでね。そしてまたこのその300との交錯の中でチャンスが生まれてくると思いますね。さあ勇気が問われる 130R、 ゼントセルモが行ってその後ろからエネオス SC です。もうすでにトップのクラフトと2番手のゼントセルモの間に2台の300クラスのマシンが入りました。もう仕掛けていますアンドレ・ロッテラ。今も危うくでしたね。しかしながら簡単には抜かせない JP オリベイラです。ちょっとブレーキを強く踏まされた感じになりましたね。そうでしたね。その分後ろからモチュール GTR ブノワ・トレルイエが最接近。さあ今度はゼントとルマン、エネオス行くのか。これはレクサス同士仁義なき戦いになっています。リチャード・ライアン前、後ろがビヨン・ビルドハイムです。かつてフォーミュラー日本でチャンピオンを取ったこともあります。その前にいるゼントセル SC のリチャード・ライアン、後ろビヨン・ビルドハイムは国際 F3000 のかつてのチャンピオンドライバーです。 F1 のその下のカテゴリーで共に王者に輝いたことのある実力派同士のマッチアップ。北アイルランドのリチャード・ライアン、その後ろはスウェーデンのビヨン・ビルドハイムです。さらにその後ろブラジル JP オリベイラとドイツアンドレ・ロッテラ。ここはもうまさに国際色豊かな上位争いとなっています。すごいです、もうね、そうですね、じゃあなーって感じですね。その思いはおそらくこのトムス、おっとヘアピン外から、まあここはでも今度はインを少し開けてねじ込むのか。立ち上がりは入れませんが、この後スプーン 130R という高速セクションが待っています。完全についた、完全についた。この辺でもロッテラーは抜くときは勝負を仕掛けてきます。ただ300クラスのマシンが間にいましたので、それも利用しようという駆け引きをしましたアンドレ・ロッテラー。と打ちきながら出ましたが、いい出方でしたね。そうですね、この直線がもう少し長いと
ストレートで変わってしまうんでしょうけれどもね。福山さんどうですかこれ、ヘアピン、試験員進入でチャンスありでしょうか。そうですね、130Rダウンフォース抜けますが頑張ってついていって、ついていってここ、はい、さあそして試験員の飛び込み、足も横に出そうと構えました。JP オリベイラは行かせるタイミングを作らせませんでした。さすが JP もうまいですからね。そうですね、まあこれちょっと辛抱ですよねロッテラはね。その間に前のクラフト大島は悠然と5秒近いリードを保っています。上位4台長い隊列、ライアン、ビルドハイムの後ろ、この2台のマッチアップがまず熾烈です。でおそらくトムスのロッテラーはこれ抜くと前の2台も十分両備できる速さを持っています。面白い展開になりました。序盤の上位争い、 HSV は一方、まあ、雨が止んで路面温度が少し上がってこないとパフォーマンスしてこないんですかね。全く精細を欠いてしまいましたね。そうですね、まだちょっと相変わらずパラパラしているような状況なんでしょうかね。序盤、はいどうぞ。雨の状況なんですけれども、現在ピットレベルでは雨粒は感じられないですね。こちらでは止んでいるように感じます。以上ですというピットからの情報です。いずれそのコースも割と横に長いですので、まあ、コースの場所によって、コンディション状況が、非常に違ってくるような感じです。ここ難しくなってきました。あ、これ難しい配置になりましたね。300が間に入って、これが GT の面白さ。おお、外から両方マシンが抜いていきました。JP が前に出る、ルマンと並んだ。さあビルドハイム対 JP オリベイラ、サイドバイサイド、その後ろにアンドレ・ロッテラ、前ちょっとツバタ抜けた、2台が抜いていきました。ルマン交代、これは、ね、ビルドハイム痛かったですね、居場所が。そうですね、ちょっと場所取りが悪かったですね、はい、これが GT レースの面白さ。2つのクロスクラスが混走していることでこういうことが起きます。いやロッテラがちょっと74号車のカローラに通達しそうになりましたけど、巧みでしたね今ね。ポジションを落とすことなくいきました。よく集中してあの隙をついてきましたアンドレ・ロッテラ。 JP オリベイラとこのアンドレ・ロッテラはおそらく今シーズンフォーミュラー日本でもチャンピオンを争う2人になるはずです。由良さん、2人とも有力候補でいいですよね。そうですね、間違いないですね。 JP はフォーミュラー日本はインパルですね、星野さんのところ行きましたからね、はい、星野インパル対トムスの戦いですね。そうなんですよね、これはもうフォーミュラーも楽しみなんですが、さあロッテラ、うん、まだ行かない、行けそうに、行った、1コーナーだー、アンドレ・ロッテラー、すごいな、今のは素晴らしい、まさしく電光石火、アンドレ・ロッテラーのオーバーテイク、これで順位一つ上げました。3番手に浮上です、トムス。そして前、同じレクサス陣営のトリプルエースの一角になりますゼントセルもリチャード・ライアンを今度はアンドレ・ロッテラーが追っていく形になります。いや、ロッテラーはもう次に起こることが見えてるかのようですね。すごいですよ、ね、素晴らしいです。この集中たるや見事というほかありません。あー、当たった、当たったのはハセミスポーツの Z です。今シーズンハセミモータースポーツは GT300 クラスにカテゴリーを変えてエントリーをしています。もうロッテラーは自分の目の前から車がいなくなったら抜いたもんだと思ってますからねもうイケイケで前に行ってますからね、気持ちが。ヘアピンの島田さん、はいどうぞ。今ですね、その会心が見せますカーナンバー1、アンドレ・ロッテパートナーをですね見守ってます脇坂十一選手にコメントいただきたいと思いますけども、ちょっとスタートの時のですねコースコンディションが微妙だったですけども、やっぱりアンドレの素晴らしいスタート、そして今の序盤の追い上げ素晴らしいですね。一回ちょっと1コーナーでコースアウトしたんですけど、まあ、タイヤ選択も含め彼のドライビングもねもう完璧だと思います。なんとか追い上げてもらってなんとか優勝目指したいと思います。今回ちょっとですねトラブルに度重なるトラブルがありましたけども、まあ、決勝に向けては万全の体制ですね今ね。そうですね、今のところ、はい、精一杯追い上げたいと思います。まあ、あのこの序盤でですねここまで追い上げる、これはあの予想通りと。そうですね、昨日ペースは速かったんで、まあ、頑張りたいと思います。ケートに乗ります。さあゼントセルボの背中を捉えましたアンドレ・ロッテラーです。リチャード・ライアン、そしてアンドレ・ロッテラー、2番手争いはこの一騎打ち、上位4台レクサス独占、あ、3台レクサス独占。さあそしておっとこれは300クラスかな、危ない危ない、あ、ウィナー HSV フロントから大破、リアからクラッシュ、これは HSV 同士だ、なんという同士打ちだ。
3台 HSV が並びましたよね、今ね。一番起きてはいけないことが起きてしまった。ストレートですもんね。はい、ちょっと危ないシリアスな局面でしたね。これドライバー大丈夫でしょうか。ファーマンと小暮絡みました。コックピットの中にいたファーマンは出ます。ファーマン大丈夫ですね。小暮はまだコックピットから出てきません。はい、火が出ています。これはバリアが燃えてますね。エキゾーストの熱をもらったんでしょう。ちょっと小暮くんが動かないですね。脳震盪かなんか起こしてるかな。今マーシャルが扉を開けて、あ、ファーマンも心配そうに小暮のところに近づいていきました。これはセーフティーカー出ますか。あ、出ましたか。セーフティーカーが出ました。なんとレース序盤から若干雨がこぼれてきたこと、そして初戦の難しさ相まって非常に難しいレースになりました。かなり後方から激しい勢いでぶつかりましたんでね。小暮はしかしなんとか歩けていますので、これは幸いでしたが、はい、あ、そしてパルソニックインパルも、これはどこかな、エアピン立ち上がりだですね、マシンを止めました。今の2台の争い、この工作とは全く別のところでカルソニックインパルもコースアウトしています。波乱含みの序盤になりました。あ、3台 HSV なんですね。そうなんですね、これね、誰も譲らなかったですね。あ、ファーマンが寄せてって狭くなりましたが、間は道上で、これが挟まって3台、まあ、いわゆる HSV の3ワイドになったんです、ね。そうですね、これちょっとシリアスでしたね。これはすごい。さあ、これで大島くんはマージンがなくなるんですね。なくなりますね。はい、ロッテラーはチャンスですね。いやー、しかしひどいな。初戦からスクラップになっちゃいましたね。そうですね、かなり厳しいですね。これは ARTA のフロント陣営2人です。鈴木アグリ代表、それからテクニカルアドバイザーの土屋圭一さん、この2人の今ツーショットをご覧いただきましたけれども、これはでも相当な破損ぶりになってしまいました。これはかなり壊れましたね。そうですね、ちょっとファーマンがエプソンの姿がちょっと見えなかったんですかね。少し右後ろにいたんで、はいはい、エプソンのフロントタイヤとファーマンのリアタイヤが当たったようにちょっと見えましたね、一番最初にね。で、それがあって、むしろ小暮君はちょっともらい事故のような感じになりましたね、はいはい、先ほどの3ワイドは間にエプソン、HSV が入っていました。エプソンがだから一番前にいたんですよね。で、後ろから2台が抜きに行ったということですよね、はいはい、中央にエプソンを置いて両側から抜きに行ったような格好でしたね、はい、さあ、レースはセーフティーカーが入っています。12周目に入っています。12周ということは残り40周ですね。ちょっと、あ、セブンもコースアウトしてるんですね。これは300のオープニングラップです。ああ、そうですね、両ポールシッターがコースアウトですね。あ、それでこの後がみんななんかガチャガチャっと行くんですか。この後ちょっと見てみます。ここですよね。ああ、ガライアが回って、これ単独スピンですね、これ。はい、ああ、これはそうか。で、31号車もらい事故。あ、後ろ岡間掘って。はい。ああ、これはダメですね。で、初音ミクは外側からかわしに行きましたが、そこに高速オフしたガライアが来てしまって潰れたという。結構壊れましたね、みんな。そうですね。はい、これが先ほどオープニングラップ300クラス4台絡んだ事故の真相。タイム的には4秒5秒しか違わないんですが、3、4秒しか落ちてないんですけれども、やっぱ無理が効かないコースコンディションですから、はい、急な進路変更できないですよね。300の場合はもう本当に避けれなかったって感じでしたね。まあ、しかし福山さん、はい、あのドリフトの名手で知られる谷口がオープニングラップでああいう滑り方をするわけじゃないですか、はい、そうですね。それだけやっぱ序盤の路面が難しいということですよね。そうですね本当心配した通り、はい、この黄砂の影響とそのちょっと濡れてる、はいはい、そこにタイヤが温まってない状態で、スタートを切ると。あ、これはこれですから、エプソンですね。エプソン32号車、31号車です。あ、31号車、これカローラの方ですか、はい、パナソニックカローラですね。あの4台絡んだ事故で、まあ、もらってしまったと言いましょうかね。絡まれてしまった、ね、追突、ね、試練に追突したカローラですね、はい、ガライア、試練、カローラアクシオ、そこに初音ミクのポルシェという4台が絡んで、GT300 クラスはオープニングラップでアクシデントがありました。ここでどうですかね。 GT300 なんかはピットインしてフルタンクにすれば残り、かなり壊れた、残り35周ぐらいでいいのかな。 GT300 は追突して、はい、あの後ろからあの
横浜を掘られてるんで、はい、前後ろですよね。右のフロントはもうご覧のようなかなりの破損ぶりになっています。これはカーナンバーに試練の車です。それからエプソンはこれ間に入ってるエプソンですね。 HSV2 台の大クラッシュの中に、まあ、序盤というかそのきっかけの中に入っていたエプソン HSV です。フロント右タイヤのエアが落ちてましたね今。で画面真ん中のエプソンがリードしてたんですが2台が抜きにかかってこのシーンです。そうですね、これで ラルフ・ファーマンがちょっと寄ってくんですよね。ここで当たってしまって当たったことでエプソンにぶつかられた HSV がバランスを崩してこういうクラッシュになったというのが真相です。いやしかしただ今のエプソンもどうしようもないですよね。どんどん左から寄ってきてますから。もうブレーキ踏むしか避けれないですよね。あそこでブレーキはなかなか踏めないと思うんで、これはちょっと8号車の進路変更が、はい、これちょっとなぜかなと思います ね、かなりまずいですね。あの佐野向こうにエプソンの向こうにウィダーがいるとは思わなかったのかな、それで寄ってったんですかね。ですが、まあ、エプソンはそれ以上いけないということで。そうですよね、はい、いやしかしあろうことかこのホーム鈴鹿でホンダが満を持して投入したこのニューマシン HSV3 台がなんと絡んでしまいました。エプソン HSV はピットに入っていきます。でこの間にレースはセーフティーカー先導で隊列を整えて改めてリスタートを切る形になります。またその準備ができたら状況を追ってお伝えしていこうと思いますが、ちょっと由良さんにこの破損具合を見てどんな印象があるか聞かせてもらえますでしょうか。そうですね、ちょっとまだこの映像だとは何とも言えないですが、まあ、一番自走で戻ってきてるんで、はいはい、この車は一番軽傷だと思うんですね。ただ下野さん、はいはいはい、次のレースまで中1週間しかないんですよね。要するにこれだけのクラッシュをしててですね、はいはいはい、みんな修復が間に合うかったら大変な修理ですね、これみんな。そうですね、はい、今おっしゃったのは第2戦のことで、そうです、ね、岡山4月の第1週に組まれてますので、はい、1週挟んでもうレースをしなきゃいけない、はい、ということですね。そうです、そうするとですね、例えば HSV にスペアパーツがあるとしてもですね、はい、3台分ですよね。なるほどね、これかなり大変ですよね。これはちょっといけませんでしたね。いやこれはきついですね、まあ、HSV 以外もですねいろいろなマシンたちがこの短いインターバルで車を修復しなきゃならないですよね。はいはい、そうですね、これ相当大変ですよ。さあ、セーフティーカー先導で今レースの隊列を整えました。序盤ですので同じカテゴリーで周回遅れになっている車はないと思いますので、これで全部順位の隊列を整えてセーフティーカー先導でまず500クラスから、そのセーフティーカーランに入ります。うわー、しかし波乱含みと言いましょうか、何と言いましょうか。ご覧のように HSV2 台が1コーナーで絡んで大クラッシュ、スポンジバリアが炎に包まれるという大アクシデントがありました。これおそらく1コーナーの2台を撤収しないとグリーンにならないと思いますので、はいはいはい、オペレーションはどうでしょう、2周3周続く可能性がありますよ ね、 ありますね。そうするとレースラップは15周ぐらいに差し掛かる格好になりますが、そうですね、そうすると GT300 なんかは残り30周というような格好になってきますので、はい、このまあオペレーション中にピットインができればですね、はいはい、3分の1、なるほど、あ3分の1がありますね、はい、行かないとそうですね、はい、ピット入らないでしょう。もうちょっと伸びないとちょっとそれはできないですね。そうするとね、はい、いやこれは大変ですね。でも HSV はの不審は何だったんでしょうね。ですね、はい、まずそのグレ選手の、まあ、ペースがですね、まあ、130を外に出てからその出た原因もあったのかもしれないんですけど全然上がらなかったですよね、はい、ペースが。右のフロントが少し壊れたエプソン NSX は今ガムテープで修復してコースに復帰しました。画面は中島悟監督です。出口赤ですね。これ、セーフティーカーが、帰って、はい、抜けるまで信号が青にならないんですよね。隊列が整わないといけないですね。それとあのエプソンは、セーフティーカーが出たと同時にピットが入ってきてますんで、はいはい、あのピットが入ったこと自体がちょっとペナルティーですよね。あー、そうなるのかな、はい、ですがもうあれは入らないとパンクもしてましたんで、はい、そうですね、そうですね。この辺りどう裁定されるかまた情報入ったらお伝えしようと思いますけれども、いずれ今このセーフティーカーが入って隊列が整ってませんのでピットレロードの出口の信号は赤です。つまりピットから車は出られないという状況です。
右のフロントをガムテープを使って応急処置しましたエプソン HSV、2台が消えましたので、残った HSV は3台、17号車現在8番手、100号車9番手、一番後ろにこの32号車という形になっています。セーフティーカーが入って1回ホームストレートで順位を整えて、順位にのっとった状況でセーフティーカー先導でレース再開。まず500で、その後ろ300が続いています。でこの隊列が今コースの西側にいます。ここを越えて試験員からホームストレートに帰ってきて300クラスも全部抜けると、福山さん、信号出口は青になるんですね。はい、そうですね、はい。それで今これ待たされている状態が、まあ、ペナルティーに相当するのかも分からない。ああ今入りましたね、はい、おそらくちょっとあそこで待たされることがペナルティーにもなってるんでしょうね、あですがこれ後ろまで行けますもんね、はい。クラッシュしました ARTA のラルフ・ファーマンです。ラルフは外から行って内側に切れ込んだ時に真ん中にいた3ワイドの1台エプソンと当たりました。エプソン HSV のロイック・デュバルと画面右側ラルフ・ファーマンが今言葉を交わしています。もう1台いたの分かってたっていう感じのジェスチャーですよね。その左側は土屋スーパーバイザーです ARTA。 下田さん、はい、どうぞ。今のですねラルフ・ファーマン一言目は笑う分何が起こったんだっていうことを、ロイク・デュバル選手に聞いていたようですね。つまりあの状況をラルフは、まあ、認識はしてなかった、見えてないですよね。おそらくウィーダーの存在を分かってなかったとすると、What happening? First of all, are you alright? I'm not big, look big accident, but no problem. Okay, so the, まああのラルフ、ラルフ選手自身はですね、大きなアクシデントに見えたけども、自分自身は大丈夫だと。Okay, then could you describe the what happening? I was, Kelsey came out of the last chicane beside Michigami, and driving up a straight, and next thing.I got hit from behind or, and went in the barrier. I don't know what happened. I just yeah, obviously got hit by someone and crashed, but I don't know. Yes, yeah, so one more car is at 19. Okay, well, I... Three HSV. Yeah, well, you know, sometimes happens, but you know. Okay.まああのですね、試験で、道上選手にですね、近づいて、32号車ですね。そして、ストレートで抜いていこうとしたときに、まあ、自分としてはまっすぐ走ってたんだけども接触してしまって自分はもうコントロールを失って、そしてもう一台にですね、接触してしまったと。その接触した車は18号車だというところがその瞬間には分かってなかったですね。彼自身分かってなかったみたいですね。以上です。というラルフ・ファーマンのコメントをお聞きいただきました。まあ、18号車がいることをもし知らなかったんだとすると、あの目線だとなかなか見えないかもしれないですね、はいはい。だとするとファーマンもなんだやられたっていう感じで最初は思ったでしょうね。道上君はもう行けなかったですもんね。右もさらに右サイドには取れなかったので、ね、ラルフもやっぱりちょっとぶつけられたと思ってるでしょうね。18号車の存在を知らなければ。でこれ3台が近づいた映像見てないので何とも言えませんけれども、もしかすると道上も何かの影響があって少し試験あたりでペースが落ちて、でそこで、ファーマンも小暮も、まあ、いけるかなと同時に行ったということなんでしょうね。そうですね、ちょっとストレートが落ちましたんでね、スピードが、はい、どうぞ。今ご覧の画像で映像でご覧になったようにそのファーマンもその自分のですねそのシーンをスローモーションで見たんですけども、はいはい、首かすりがやってるような状態ですね。あ、そうですか。自分が悪いのかな、道上選手が打ってきたのかなっていうところで、はい、まあ、ちょっとそういう表情でしたね。まあ、ね、彼はまっすぐ走ってたって言ってるけど、まあ、ちょっと右に行ってましたよね。行ってましたね。まあ、ただ右の車を気に牽制しながら走ってると自分は寄ってるって意識はないんでしょうね。そうですね、まあ、牽制して道上君をさらにインサイドに追いやった方が有利なので、はいはい、そう想像したんだと思うんですが、道上君はそれ以上インサイドに行けなかったですもんね、はい、それで当たったっていうことじゃないでしょうかね。もう一回見てみましょう。あ、これ見えないですよ、18号車はね、見えないですね、ラルフからは。あ、なるほどね、はい、はい、それでちょっと牽制に行って、窮屈なラインを取らそうとして、まあ、これ上等手段ですよね。ところがもう道上君行けないと、行き場がない。で小暮の方もおそらく当然
インド側から行けるで、はい、だろうという判断があって、あそこに車を入れてるわけで、小暮選手の左リアに道上選手のフロントが軽く接触してるんですよ。しましたね。それで車がこう左に回転し始めちゃったんですね。ロイック・デュバルと中村監督です。小暮君もあれをさらに右サイドに逃げていくと自分が1コーナーものすごく窮屈になりますんで、やっぱりあれぐらいは譲れないところですよね。はい、いずれ HSV はどうしてもこのレースホーム鈴鹿ですし勝ちたいと。そうですね。ただドーム、まあ、ウィダーはちょっと序盤うまくいかずに後退し、まあ、どの車も前に行きたいという気持ちは強くあった状況でのあのアクシデントです。はい、あのロッテラーの追走を見てもらって分かりますように、追い越すには本当にワンチャンスなんですよね。ですからもうこのチャンスを逃したくないという気持ちはすごくありますんで、まあそこを1点抜くから彼らはトップドライバーなわけで、はい、まあ、その思いが重なってしまったことでああいうアクシデントになりました。まあ、ホンダの車、しかも、ホンダの中でもエース格の3台がここで同時に消えるということは、まあレースを見る側からすると大変残念この上ないんですが、そうですね、もうちょっとね見たかったですね。で残された HSV の景品とそれからレイブリックの2台にはこの後大いに挽回を期待したいと思います。こちらが GT300 のトップ車両です。ハンコックも素晴らしい序盤の走りでした。そうですね、ハンコックとフェラーリがぶっちぎってたんですが、これまたここもトップ2がマージンなくなりましたね。したがってご覧の隊列です。ハンコック11号車のフェラーリ、ランボルギーニ、ハセミ Z、RX7、モーラ Z、 それから27号車のフェラーリ、黄色い74号車のカローラアクシオという上位8台の隊列です。まだセーフティーカーランが続いています。まだマシンの撤去終わってないんですかね。クラッシュした2台の車のこの大破したマシン撤去が完全に終わらないと再開はしないんでしょうか。そうですね、あのエスケープの部分にあそこには要するに車が来る可能性が十分ある場所ですよね。はい、でそこに車が残ってますから、あそこはどけないとできないですよね。ちょっと引っ張れる状況じゃないんで釣り上げになりますから結構時間かかりますよね。まあ、ガードレールの切れ間がありますのでそこから中に引きずり込めればいいんですね。そうですね。いやちょっとびっくりしましたね。残念だな。これで HSV は100号車と17号車ですか。そうです。はい、これに期待がかかりますね。はい、でかろうじて32号車もまあ残ってはいますが、右のフロントが少し破損しています。これは何がありましたかね、インパルはね。あそこで止まるのは駆動系が多いですけどね。カルソニックインパルは序盤で消えて、ヘアピンの立ち上がりでマシンを横たえて止まってしまいました。コックピットにいたのはインパル、カルソニックインパルはロニー・クインタレリです。さあセーフティーカーランプ消えた。あ、そうです、消えたんじゃないですかこれですね。あ、ランプ消えました。あ、消えましたね。消えましたね。つまりこれ入るでしょう。再開ですね。ランプ消えたんで入ります。さあ11周目に入ったセーフティーカー、消えた HSV2 台、そして残されたこの猛者たちはどんな後半戦を展開するのか。保ってきた圧倒的なマージンをここで不意にしたトップのクラフト SC の大島、その後ろにライアン・ロッテラーという名打ての外国籍ドライバーが迫ってきています。そして GTR 最前列は24号車 JP オリベイラ近藤レーシング。さあいよいよレースはリスタート。入りましたねセーフティーカー。2010開幕戦鈴鹿、セーフティーカーピットに入ってレース再開です。レースを引っ張るクラフト SC 大島、その後ろからこのリスタートのタイミングを図ってリチャード・ライアン、アンドレ・ロッテラーもローリングしながら前を伺っています。レクサス3台は非常にいいスタート。 JP オリベイラ近藤レーシングは少し離されました。いや、ハセミ Z がピット入りましたね。そうですか。はい、これ3分の1消化ということでルーティンかもしれないですね。なるほど。さあ一方その他の GT300 陣営はレースリスタート、ドライバー変わる、つまりそういうことだ。そうですね。で注目タイヤは準備されています。はい、どうぞ。ハセミ Z はですね、セーフティーカーのランプが消えた瞬間にスタンバイを始めまして、ルーティーンのピットですね。でこれタイヤも変えるんですよね。これ
タイヤ準備できています。変えます、変えます。さあルーティンのピットワーク、ここはタイヤを変えて後半のセッション、ファーストスティントを長谷見は星野が務めていますので、柳田の後半のスティント、ロングスティントで頑張るという格好になります。さあクラフト大島がリード、後ろにリチャードライアン、ゼントセルモエシー、300の長谷見 Z が今ピットロードを出ていきました。35秒近いピット作業でコースに復帰していきます。これは由良さんにお聞きします。はい、ギャンブル性があるんでしょうか、いかがでしょうか。そうですね、はい、これちょっと読みにくいなっていう感じもしてるんですけれど、はい、いずれ一つ決断をしないとできない判断ですね。そうですね、まだ要するに15周ですので、タイヤもそんなに悪くなってないタイミングですよね、はい、で時間かけてタイヤも変えてますよね。さあロッテラーが行くか。さあライアン対ロッテラー2番手争い、逃げる大島、そして2番手争いは完全に接近しました。レクサス同士、結構雨あるな。しかもレクサスのトリプルエースの2台がここで2番手争いです。ライアンがシケインに入った、背後にぴったりつきましたアンドレ・ロッテラー。大島はこの後サイドを後ろ2台を突き放していくことができるか否か。ストレートで加速していますクラフト SC 大島、ライアン続いてロッテラーはここはちょっと離されました。ちょっとまたワイパーが回り出しましたね。そうですね、今この1コーナー側マシンを受けるカメラにも水滴が多くついてきました。まあ、序盤の情報ですと本来雨は西側から降ることが多いこの鈴鹿なんですが、東の方が多く降ってるのではないかという情報です。大島選手頑張ってますね。そうですね、いい走りですね、はい、ちょっと離し気味ですよ、はい、かなり攻めてますよ。さあその大島がリードを広げてライアン・ロッテラーが追っていくという状況ですが、まあ、これリチャード・ライアンが今アンドレ・ロッテラーを抑えていますが、ちょっと見てみたいなと思わせるのはロッテラーが抜いて大島とどういうバトルをするか。2人はこの雨でどっちがどう速いですかね。これね、前回って去年もですね、リチャードにロッテラー、アンドレが抑え込まれるっていうシーンがありましたよね。でこの2人はヘアピンで行こうとしました。はいどうぞ。はい、この2人は相当熱いんですよ今。そうですね、はい、レース後話し合うケースが多いですよね、お前のペースは遅すぎるだろうってこの間のレースの時はアンドレがリチャードにものすごい怒ってたんですよね、はいはい、でそれをちょっと思い出しましたね。同じケースになってますから抑えすぎだって。前の赤い車がリチャード・ライアンのゼントセルモです。そうですね。そして前を開けてくれと、まあ、おそらくコクピットで叫んでいるであろう、白い車が。ハンドル叩きながら運転してますよこれ。そうですね。ちょっとわざと開けてはグッと追いついたりしてますんで、アピールしてますよね。そうですね。こっちの方が全然速いぞってアピールしてると思うんですが。島田さん。はいどうぞ。またですね、ピットエリアではですね、雨降ってきましたね。あ、西側も降ってます。西は雨降ってます。西側もおっとアンドレだ、アンドレ一旦並んだぞ、一気にパス、アンドレロッテラしかし並んだ、なんとか戻る、なんとか戻ったが交代だ、逆に交代、ルマンにもちょっとかわされそうになって交代です。あー痛かった、惜しかったですね。勝負を仕掛けたアンドレロッテラ、このギャンブル失敗、ここで順位を3つ落としました。さあそしてこの間にルマンのビオン・ビルドハイムが JP オリベイラーとの差を詰めました。うわーでもすぐ挽回だアンドレ。そうですね、アンドレの先ほどの試験員はまあ失敗のように見えますけども、際どいところまで頑張りましたよね、はい、まあ、一般的にはあれただのコースアウトになってしまいがちなところをよくリカバーしましたよね、はいはい、そうですね、ブレーキングはもう本当に神業的な、神業でした、ブレーキングでした、はい、これそのまま仮に順位を上げて戻っちゃうと、これ一回コースオフしてるんで、そうです、ダメなんですよね、はい、あそこはまたさ ここはいいとして、ここにはみ出た場合はこれポジション戻らなきゃいけないんですよね。そうなんですよね、ですから最低でも Z の後ろにはいなきゃいけないんで、はいはい、まあ、オーバーランをして、利益を得て順位を上げた場合はそれはいけないというレギュレーションがあるはずです、はい、したがってアンドレ・ロッテラはここ、まあ、少し戻って戻ったんですが、やっぱ少し失速したの で、ね、後ろの2台にも抜かれたという状況です、はい、外側縁石をまたぐときにちょっとお腹を打ちますんで、ちょっと慎重に抜けましたよね。でここでちょっと福山さんに聞きますが、今のでタイヤへのダメージはどうでしょうか。タイヤは大丈夫じゃないでしょうか。そうですか、はい、ロックはしてませんでしたので、そうですか、まあ、そこがまた神業だと思いますよ ね、 そうですね、止まりきれないと思ったら普通やっちゃいますけど、まあ、はい、そうしますとここにまた詰めてきてますので、アンドレはもう一度チャレンジで再チャンスありですね。あ、全然諦めないでしょうね、はいはい、まだまだありますね、従いましてこの前の近藤レーシング、その間にオレンジ色のエネオス SC、 それを追っているアンドレ・ロッテラーの猛追、改めて期待をしたいと思います。
ここはでもドライバーもみんな実力派ですし、とても面白い戦いですね。そうですね、レベルが高いですね、はい。さあアンドレはビョンビルドハイムの後ろにぴったりつきました。ぴったり背後を捉えたアンドレ・ロッテラ。さあやり直しのこの後のバトル再開です。でこの間にリチャード・ライアンはアンドレに追われていたんですが、少し余裕を保って2番手をキープです。で気になるのは雨です。今受けの1コーナーのカメラの映像をご覧いただいて分かるように、カメラにかなりご覧のように水滴がついてきています。ミスも入りましたね。今画面でもご覧いただいていますが、モチュール GTR、 これも、ルーティーンのピット作業ですね。ちょっとおそらく予選がソフトタイヤだったと思うんですよね、はいはい、そんなような気がちょっとしますんで、まあまあ予定通りの周回数かもしれませんね。1人のドライバーが全周回数の3分の1以上は走らなくてはいけないというレギュレーションがあります、このスーパー GT シリーズで。その3分の1はもうすでに19ラップで超えてますので、ここでルーティーンのピットワークに入りました。ブドウトレルイヤから、ニスモとしたことが、左のリアタイヤ抜けない。うわー珍しい、タイヤの締める、はい、締まったんですけど外れなかったんですね。そうですね、そうですね。いやー41秒かかってしまいました。さあコックピットに収まったのはエース本山聡です。本山はこのピットロードでもマシンをダッキングさせながら熱を入れてコースに復帰しようとしています。雨が依然として降っています。映り出しましたね、レッドライトが路面に、はい、こうするとですが、この後の天候も心配があるので、今スリックに変えて出ていくよりは引っ張った方がっていう感じで、そうですね、曲がらない、 JP が曲がらなかった、オーバーラン、そしてエネオスが行こうとしますが戻ってきました。すごいな、戻っちゃいましたね。戻って、しかもこれ順位キープでしょ、さすが JP オリベイラと申し上げておきますが、ただこれはチャンス、ビルドハイム並んだ、 GTR の内側にマシンをねじ込んだエネオス選手。そうですね、試験これロッテラも行きますよ、ついてきた、スリーワイドになった、スリーワイドになるか、おお、しかしロッテラはいけない、 JP オリベイラが抑えてキープ。相当濡れてますね、これは難しいですよ。いやこの路面コンディションでこの争いは難しいですよね。今濡れてますねというお話がありましたが、その状況を考えると、あの1コーナーオーバーテイクの場所であったとしても、あのギャンブルするのはちょっと怖いんでしょうか、いかがですか。いや怖いね、はい、ちょっともう行き過ぎてしまうとコースアウトですからね。あと今ねタイヤ替え時だと、冷たいタイヤでこの路面に出てくるのはね、かなりギャンブルになっちゃいますね。そうですね、そういう意味ではちょっとニスモ陣営どうでしょう。はい、ここは温まってるタイヤで変えたくないぐらいですよね。そうですよね、まあ、タイヤのライフもありますけど相当大変だと思います。今冷たいタイヤで、あの新品タイヤを入れると、うわっと、デンソー来た、アンドレ・クートが追い上げてきました。SC3 台接近、おっと、トムス・ロッテラーはタイヤをねじ込んだ、タイヤをロックさせながら並ぶ、立ち上がって、そしてスプーンへ向かっていきます。ビルドハイム右、ロッテラー左、ちょっといけない、いやビルドハイムもうまく抑えました。はい、ちょっとヘアピンの侵入追突しましたんで、ビルドハイムもちょっと行かせるかっていう感じでしたよね。さあ仕切り直してアンドレ・ロッテラ、しかし後ろからクート、デンソーサードが来ています。はい、このちょっとちょい濡れというコンディションの中でクートの使っているダンロップタイヤがちょっと機能してるんじゃないですかね。結構機能してますね、はい、はい、あのペースが良くなってますよね、はい、多くの車は GT500 クラスブリヂストンのタイヤを着用していますが、レクサス陣営では画面この後ろにいます、白と赤のアンドレ・クートはダンロップのタイヤを装着しています。まあ、予選の一発の速さとかという点ではダンロップはいろいろ課題があるという話を聞きますけれども、この状況には福山さん合っているということですね。そのような感じに見受けられますね。タイヤもいくつか違うメーカーを履いている車がいますので、そういった差も踏まえてみると実に見応えがあります。そうですね、しかしこのアンドレロッの、あの、試験員の侵入で失ったロスは大きいですね。そうですね、はい、大島選手がどんどん今逃げて、はいはい、リチャード選手もかなりアドバンテージを持って間を空けてますよね。かなり辛くなってきたな。300クラス、これは3番手争いです。86号車の JLOC ランボルギーニ、後ろはアメミアレーシングの RX7 です。4番手を走っている RX7 はこのレースのポールシッター。ただオープニングラップのデグナーでコースアウト、その後退から挽回してこの位置です。
この2台は路面コンディション、アクコンディションに強い、車ですよね、はい、ランボルギリもセブンも特にセブンは強いですし、あとポルシェもこういった滑りやすい路面は得意ですよね。表彰台をかけたイタリア対日本の戦いです。ランボルギーニはでもこの不況の時代ですけれども、由良さん、3大体制エントリーは見事でしたね、はい、素晴らしいです、はい、あ、これはでもランボルギーニストレート伸びますからね。ちょっとストレート見ましょう、はい、一番前ハンコック300トップ、後ろフェラーリです。さあそしてランボルギーニの後ろから RX7、 ポールを取った RX7 谷口がそれでもストレートギリギリまで踏ん張ってインフィールドに入っていきます。おっといった、 RX7 だ、谷口並んだ並んだ、外からどうだランボルギーニ、ちょっと接触、おっとそれで交代しました RX7。 ここは86号車山西が抑えます。かつて若い頃は中島レーシングでフォーミュラー日本もドライブしたことがあります、ランボルギーニの山西。その後ろ RX7 ドリフト使いの名手谷口。ここは面白い3番手争い、表彰台をかけたイタリア対日本の争いです。ただここは少しランボルギーニが差を広げていきました。まあ、マシンの特性がこの RX7 とランボルギーニ違いますが、福山さんに伺います、はい、RX7 は仕掛けるとしたらどこがいいでしょうか。やはり S 字が速いのでね、 S 字から追いついてデグナー、そしてこのヘアピンの進入とかっていうところで行きたいところですよね。ここもチャンスなんですね。そうですね、ここからちょっとエンジン勝負になりますので、ここからはちょっとランボルギーニに分があると思うんですよね、はい、そうですね。今ヘアピンで少し行きかけましたが、行ったとしてもここの加速はランボルギーニ優位だと。そうですね、離れますからね、はい、だとすると、まあ、ここでおそらく試験員のブレーキングでも後ろの谷口は頑張って、はい、コーナーは今追いついているようですすごい速いもんですから、はい、やはりコーナーが連続するところの手前で抜きたいですよね。でここスリップついて踏ん張ってついていくついていく、さあついていって試験員でなんとかギリ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 まで詰められれば1コーナーから S 字にかけてチャンスが生まれるかもわからない谷口。逃げます山西、その後ろ白い車 RX7 です。さあどうか、ちょっとこの距離では難しい、ね、高速の伸びが、ね、圧倒的ですね、ランボルギーニ、ね、こうしているとこの後ろから赤い27番のフェラーリが来てますけれども、はい、この27番を検討してますよ ね、 そうですね、はい、山口選手がドライブですか今、はい、そうですね。さあ先ほどはこの1コーナーの進入のところでランボルギーニに食らいついた谷口で、食らいついたことで SGT のチャンスを生みました。でもこのチャンスですと一触即発という感じには見えませんが、さあここからは RX7 優位だ、ついた、行くとこを伺ってます谷口。山西はなんとかコースを消します。山西の内側が開くか、なんとか牽制、ここは飛び込めません。飛び込んだら外側はらむところでした谷口。あ、外から行くか、並んだ、ランボルギーニと並んで RX7 が前に出ました。これもセブンのコーナーワーク、これしかないですね、本当に S 字早いですね、ズバッダンロップまでがズバッと決めました。集中力、谷口のブテル抜いて3番手に浮上です、 RX7。 これもヘアピンまで思いっきり離してですね、そこからのエンジン勝負から逃れなきゃいけませんね。ですから抜いたとしても気は抜けないというこの両者のマシンの特性の違いになります。ここですから、ここからの立ち上がりで試験員まではランボルギーニはかなり早いわけですよね。早いですね。そうですね。ただまあスプーンで1回やはりセブンが有利なところがありますのでね、そこでもう1回引き離して、はい、さあ画面戻って、これが GT500 の上位争いです。トップクラフト、そして画面はゼントセルモです。セルモとクラフト、これが2番手のセルモになりますが 2.5 秒の差があります。これまた止んできたんですかね、少し車がパフォーマンスしだしてますよね。そうですね、はい、で3番手に JP オリベイラ、 HIS 近藤レーシング、そしてエネオス SC、 ペトロナス、トムスと続いています。まあ、トムス、ロッテラーは一時は抜きかけたんですが、オーバーランしたことであの位置まで後退をしています。でもこれクラフト大島は由良さん素晴らしいですね。いや落ち着いてましたね、あのセーフティーカー開けたところの走りが良かったですね。そうですね、全然ドタバタしなくてですね、はい、さあなんか横綱相撲ですね今日はね。はい、一之井さんどうぞ。GT300 クラス2番手を走行中の11号車 JIM ゲイナーフェラーリですねが今ピットに入ってきました。用意しているタイヤはスリック、そして平中選手もスタンバイしています。スリックを準備したというフェラーリ、今情報入ってピッ
ト近辺、したがってホームストレートのあたりなんですが、雨は止んだという状況です。ゼントが入りました。この車は2番手を走っていました。ゼントセルモはリチャード・ライアンから満を持して残り半分、レクサスのエース立川雄二を投入します。さあ今ピットに入ってきましたゼントセルモ SC です。リチャード・ライアン、重要なのはピット作業です。ライアンが、はい、天気のこと考えるともうちょっと引っ張った方がいいと思うんですが、あ、そうですか、はい、燃料もあんまりこの予定当初の予定分しか積んでなかったんですかね。もうちょっとなんか引っ張った方が安心な感じするんですけどね。もうでも同じ条件だというふうに踏んでるんでしょうね。あ、なるほど、はい、ちょっと空も少しね、はい、雲が高くなってきましたんで。ゼントセルモは今タイヤ装着完了、 32.9 秒のピット作業でコースに復帰していきます。さあ満を持してこのセルモのエース立川雄二がコースに登場しました。島田さん、はい、どうぞ。トップの35号車クラフト SC も準備できました。石浦選手がもうスタンバイ OK です。さあ大島がセーフティーカーが入って一時はマージンを失ったにもかかわらず、それでもなおかつマージンを保ってパートナーの石浦にステアリングをつなごうという状況まで持ってきました。まあ、レクサス陣営は全てのマシンが平均していいパフォーマンスをテストの段階から見せていましたよね。そうですね、まあ、したがってどの車がどのぐらいやってもおかしくない状況ではありましたが、この石浦大島の若武者コンビが素晴らしい仕事をしています。これ今24周クリアですから、まあまあ折り返し地点ですよね、ここがね、まあ、ほぼ半分ということですね、はい。それから画面でご覧いただいているのは27号車のフェラーリにドライブスルーのペナルティが出されました。セーフティーカー中に追い越しをしたという裁定です。もったいないです、ね、もったいないです、頑張ってたね。5番手につけていた27号車は今この前の車だと思いますけれども、ドライブスルーペナルティ、すなわちこのピットレーンを通過しなくてはいけないというペナルティです。立川選手の前に出せるでしょうか。32秒でしたよね、立川選手、はい、そうです。トップの立川が先にピットイン、それを見てこのクラフト大島から石浦にステアリングをつないでいきます。2人のドライバーがコンビを組むこの GT レースの醍醐味でもあります。ピット作業、今コースの西側にもうすでにゼントセルモは入っています。さあ作業完了、 31.2 秒。おお、クラフトいい仕事した。そうですね、気合入ってますね今日ね。石浦が出ていく、そしてゼントセルモはどこだ。今コースに入った石浦、セルモは来ない、今来た。ゼントは最終コーナー、今立ち上がってきました。ここはホームストレートが 800m ぐらいありますので、まあ、大体そのぐらいの差だと申し上げておきます。ただ慎重にコースに入りました大島。当然ここで後ろのこのセルモは石浦ですよ、あ、して石浦、はいはい、ちょっとセルモは差を詰めてきます。なかなかタイヤ温まらないようですね。怖そうですね、はい、ものすごい怖そうでした。これあっという間に詰まってきますからね。そうですね、まだ立川君もメインストレートで左右に車振ってましたんで、あ、すごい渋滞して、これ300の車が渋滞してしまうぐらいスピードが上がらないという石浦のクラフト SC です。でもこの300に助けられますね。クラフトは、あ、でもこれ集められた、ペースが全く上がらない。さあ石浦が外側完全に後ろを捉えました。ゼントセルモ立川雄二が石浦の後ろを掴みます。あ、でも間に300が一瞬入ります。ずるずるだ、ちょっとクラフト、あ、ダメだ、曲がらない。うわ、これ無理無理、あ、無理だ、完全に無理。前に行きましたゼントセルモ、大島がマージン保ってきましたが、立川の前で車は出したものの予想以上にグリップしませんでした。これで従ってクラフトは一つ順位後退です。あー、これは随分でしたね。でもアウトラップにしてもちょっとペース上がらすぎですね。そうですね、特にあの前半1コーナーから、はいはい、SG ダンロップまでがちょっと異常に300にも全部抜かれちゃいましたからね。そうですね、島田さん、すごく硬いタイヤ入ってったようなそんな姿に見えますよね。はい、ピットどうぞ。今ですね、17号車京浜 HSV がピットインしてるんですが、ルーティンのピットなのですが、リアのみ
にタイヤを交換しました。フロントのタイヤは交換していません、というこの HSV はそうですか、リアだけのタイヤ交換です。でドライバーはここは入れ替わって塚越が行きます。紹介の CG で大きな写真になっているドライバーがこの車を運転しています。ホンダ期待の若手塚越広大が今コースに復帰しました。ようやく熱が入ってきた感じですか。そうですね、随分苦労しましたね、はい、ちょっとこれはどうでしょうね、クラフト陣営としても想定外だったのではないでしょうか。そうですね、逆に言うと立川選手がすごい走りをしてたってことですね。そうですね、立川選手も同じようにかなりグリップしない状態で一周してきたわけですから。さあそしてこれが現在見た目上のトップになります24号車の近藤レーシングです。 JP オリベイラ、そうです、ね、島さん、はいどうぞ。カーナンバー1ペトロナス・トムス SC ですね、次の週ピットインです。この2台後ろにいるペトロナス・トムスが次ピットに入ります。アンドレ・ロッテラーからレクサス陣営のエース格脇坂11へとステアリングをつないでいきます。このトムスに脇坂、ゼントセルモの立川、エネオス SC の伊藤、日本人3人のエース体制を敷いています。まあでもアンドレ・ロッテラーは序盤沸かせてくれましたけれども、しょうがないとはいえあそこね交代したのがちょっと悔やまれました。明らかにでもこの2010年シーズン開幕戦序盤のヒーローはこのアンドレ・ロッテラ、こういう獰猛な走りを見たくて、多くのファンの方に、サーキットにも足を運んでほしいなと、ね、ね、思わせるような痛快な走りでした。はい、ポジションはここですけれども走りは本当に見事なものでしたよね、はい、この4台に関してですね、はい、この後ピットに入った後3台ですね、はいはいはい、どういう順位になるか全く予想つかないですね。この3台というのは今ご覧いただいている、そうです、そうです、見た目上のトップ争いですね、はいはい、どれ表彰台争いですよね、はい、これだけアウトラップが難しいっていうのはみんなもうモニター見て分かってますから、はいはい、これでどうなんでしょう、それぞれが入って出ていったときに石浦君の前にいるのか後ろなのかということで少し一つ占うことができますよね、はい、石浦君のタイヤが非常に、ミディアムかミディアム系のものだったかもしれませんし、なかなか温まらなかったように見えますよね。いやまだおかしいですね、今38号車は58秒で走ってるんですけども、はい、35号車は2分3秒なんですよ。あ、これは遅すぎだ、ちょっとなんかおかしいですね、5秒も遅いですからね。あ、入らない、ロッテラ入らなかったですね。準備はできてるトムスのピットですが、アンドレ・ロッテラーはまだ入らずにもう一周行きました。もう準備はできてるとピットから報告がありましたけれども、アンドレ・ロッテラーはもう一周コース周回をします。あ、ロッテラーは今インラップでベストラップ更新したのかな、これ、そうですね、ですね、ピットに入る手前の 2,3 周というのでいかに速いタイムを刻めるかも、ドライバーの腕の一つと言われておりますが、アンドレ・ロッテラーがなんとベストラップ更新56秒547というタイムを出しています。島田さん、はいどうぞ。39号車デンソーサードですね、今入りました。フロントは破損してますね、フロントが破損してます。そしてですね、このダンロップタイヤですけども、スクラブしてない、皮むきしてないタイヤをですね、装着して、はい、ピットアウトする模様なんですけども、あ、厳しいですね。さあ、セブンはこれタイヤは変えない、変えないんだ、はい、当然ですね、このチームは変えないでしょう。燃費が良くないこのセブンは皆さん給油に時間がかかるんですね。そうですね、でその分タイヤをいたわってタイヤ交換によるロスを減らしてレースを進めようという戦略を昨シーズンの途中から取っています。これでセブンがどこの場所に出てるか、それとタイヤが変えないので、この冷えて危険な思いしないですよね。あ、そうですね、はい、そのロスもかなりあるんじゃないですか、稼げる部分が、はい、この後の S 字で電装より早いんじゃないですかね、セブンの方が、ね、タイヤあったかいから。今電装はゼントの前に出ましたね、はい、でもあっさりいけますね、はい、電装はタイヤを変えた直後です、平手光平が今コックピットに収まってコース上に出ていきました。抜いていったのは立川雄二です。38号車の立川が今見た目上の7番手ぐらいにいます。トムス入りました。
さあレースは中盤戦から後半戦へと入っていきます。完全に中間点を越えていよいよ後半戦。アンドレ・ロッテラーがここでピットに入って脇坂11にステアリングをつないでいきます。で注目はですから先にピット作業を終えているゼントセルボに対してこのトムスがどの辺の位置に入ってこれるのか。残り24周ですか。そうですね、23周ですね、はい、もう一番柔らかいタイヤで行けばいいですね、もうね、はい、さあ今コックピットに脇坂11が収まってアンドレ・ロッテラーがそのシートベルトを締める助けをしました。さあフロントのタイヤを今外します。今28秒、クラフトは32秒ぐらいでコースに出ていっています。ちょっと時間かかった、時間かかった、うわトラブルがありました。トモスちょっと時間かかって 38.9 秒、ナットがですね、転がって出ちゃったんですね。で予備のナットはきちんと持ってたんですけども、ポケットから出すのにですね、手間がかかってしまいました。したがってちょっとロス、リーダーが来ましたね今。あそしてゼントセルモの前には出ました、ゼントセルモの前に出ました。あ脇坂11ですが、さあアウトラップですね。そのアウトラップの脇坂11に対し同じレクサス陣営のエース立川裕二がここに来ました。この差はちょっと厳しいか。アウトラップなんとか抑えてタイヤに熱を入れてその後イーブンの争いに持っていきたいんですが、ちょっと苦しそうだなこれ。トムス脇坂11はなんとか後ろは立川裕二を抑えたいんですが、もう完全に捉えられました。これはちょっとノーチャンス、ノーチャンス、曲がりません。抜けていきました立川。全然グリップまだ来ないですね。まるまる一周は来ないようですね。どうやらタイヤを変えて出ていくと思った以上に路面は厳しいと言えそうです。脇坂11アウトラップですが、これは難なく順位を明け渡して前に出ましたゼントセルモ。でもクラフトは抑えられそうですよね。あと脇坂がですね、はい、はい、クラフトの前にはいるんですよね。そうですね、はいはい、ゼントの前に、前に入りましたから。で景品はタイヤは変えてるんでしょうか。タイヤもう済んでます、はい、ピット、景品はもうタイヤ交換、はい、後ろだけ変えていきましたよね。あそうですね、先ほどそうですね、はい、言ってますので、あここで景品が抜きます。景品がトムスを抜きました。脇坂11はしたがってこの後、今ここはなんとか食いついていきますが、ホンダの若きヒーロー候補の塚越光大をこの後抜かなくてはいけません。さあ景品 HSV、HSV 残された2台のうちの1台が上位に食い込んできました。でこの前の景品はリアのみタイヤを変えてコースに出ています。リアのみですね。そうですね、フロントは熱が入ってて、はい、リアはホイールスピンでタイヤはある程度温まりますから、はい、その点ではいいチョイスかもしれないですね、はい、さあそして石浦が、石浦はベストラップ更新じゃないですか。タイム戻ってきましたね。やっと戻ってきた。サードの後ろですか、はい、で今画面この前の白と赤の車の後ろかな、これがそうですね、この一番後ろがクラフトの石浦です。で石浦のベストは55秒640ですので、前者のファステストの小暮の55秒555に匹敵するタイムが出ました。一時は2分3秒台と全くペースが上がらなかった石浦なんですが、本当に時間かかりました ね。そうですね、これは何だったんでしょう。ただ温まらなかっただけなのかトラブルがあったのかちょっとよく分かりませんが、はい、今は早いですよね。走ってる車の中でもトップタイムで走ってますんで。でこれ前走サードも前のトムスもそれからクラフトも全てピット作業を終えていますので、ここ3台は全てレクサスの車になりますが、完全なガチンコ勝負になります。島田さん、はいどうぞ。島田さん、はいどうぞ。序盤ですね、素晴らしい走りをですね見せてくれました大島選手に来ていただきました。大島選手スタート直後ですね、素晴らしい走りでした。そうですね、まあ周りも雨で路面が濡れてる中なかなかペース上げてなかったんで、まあ、ここで勝負だと思って思いっきりプッシュしました。まあ、その中でもですねコンディションは随分と不安定で、
コースアウトする車が続出する中、大島選手自身はいかがだったんですか？まあ、正直前が見えないぐらい雨が降ってたりというのもあったんで結構怖かったんですけど、もうちょっとでも後ろ引き離したいなと思ってずっとプッシュしてました。まあ、そしてですね、今回その予選日と違って随分コンディションが低い中でですね、まあ、タイヤのですねウォームアップ等も大変だったと思うんですけども。そうです、まあ、フォーメーションラップ中かなりうまくタイヤに熱入れられたんで、まあ、それが良かったのかなと思いますけど。まあですね、気の知れた本当にこう意思の疎通がある石浦選手ですからね、今後この後半戦期待したいです。はい、頑張ります。さあさあ、インタビューの間にこれは状況がちょっと逼迫してきました。すごい争いだったんですね。いや、これはね、なかなか見応えありますよ。石浦一番後ろ、その前これ平手でしょ。タイミングモニター今クートのままになってますけども、これ平手がステアリング握ってるはずです。ちょっと確認できたらまた補足したいと思いますけれども、脇坂十一、平手康平、そして石浦博明という争いです。エネオス AC が入りました。いよいよこのチームルマンは伊藤大輔が後半のスティントを担当します。ビルドハイムでここまで引っ張ったんですね。あっと、フェラーリ、これガレージに車入れました。年間チャンピオンも視野に入れているこの11号車、JIM ゲイナーがガレージにマシンを入れてタイヤを完全に外しています。序盤はポディウムに入れる位置につけておりました11号車のフェラーリですが、ここで何かトラブルがあったようです。さあルマン、これで、あとはレイニコと、それからコンドーレーシングがまだ入ってないというだけで、あとは全部入りました。これで完全に隊列が整います。今コースに復帰しましたエネオス SC、 伊藤大輔がコース復帰です。島田さん、はい、どうぞ。先ほどですね、カナンパ1、ペトラス・トームスが戻ってきて、ドライバー交代した後ですね、ちょっとアンドレ・ロッテラ選手にですね話聞きました。はいはい。降りてすぐにですね、アンドレ・ロッテラはですね、TRD のですね松井リーダーのところに行きましてね、何か話したんですけども、実はやはり順位を落とした瞬間、試験での攻防ですね、必要以上のですね、必要のないその争いはやめようという話だったということを毎回ミーティングしてるんですけどね、はいはい、それがやっぱり因縁のって言いますか、リチャードと自分の間でまた起こってしまったということを、ね、やっぱりですね、それに対してはっきり言ってクレームをですね、言ってましたね、はい。これ6号車逃げ切れそうですね。ちょっと待ってください、今これゼントさんも4番手で前に入ってるんですよね、はい、前に入ってるんです、ゼントの前に。まだこれ追いついてない、はい、追いついてません、追いついてない。でどこだ、ルマンはどこだ、ルマンはどこだ、ルマンはこの後ろです。今抜けた、ここにいた、ここにいた、はい。さあ、NSC ここにいました、伊藤大輔、トップですよ。これアウトラップですよね。そうです、アウトラップです。その伊藤大輔かなりね、いい感じでそのプッシュしてたんですね。おっと、ルマンが来ました、ルマンが来ました。さあ、伊藤大輔スプーンを立ち上がってきます。まだ来ない、逃げ切れそうでしょう。セルモが今来た、立川が今来ました。先ほどから福山さん言ってるように、この路面コンディションだったら引っ張った方がいいですよね。そうですね、はい、そうか、はい、もうすごいベストタイムで走れる状態で長く走った方がいいわけですよね。で、アドバンテージを築いてるんで、これだけでこんな差がついてたんです。実はピット入らない間に。なるほど。この2台は今回今年から新しい監督2人ですよね。黒澤拓也監督と高木虎之介監督。これはいいですね、はい、もしかすると初優勝が見えてきますよ。ルマンですね、はい、久しぶりの優勝ですね。ちょっとしてやったりかもしれないですね、はい、しました、はい。さあ、ゼントセルモが今最終コーナー立ち上がった時にエネオス AC、 ルマンはこの位置。おー、伊藤大輔マージン保って後ろからゼントセルモ、立川雄二、レクサス同士の争いですが、ここはなんとルマンが前に出ました。しかも伊藤大輔ですからね、はい、はい、これからはそう簡単には追いつかないですからね。で、伊藤のアウトラップも割と良かったですよね。ああ、すごい頑張ってます。さあ、したがってこの近藤レーシングは JP オリベイラでまだ引っ張ります、まだ引っ張ります。これが面白い、どこに来るだろう、そうですね。さあ、2年連続開幕優勝の可能性ももしかすると出てきました、近藤レーシング。ご覧のようにここ5周は JP オリベイラが57秒から6秒、いいペースですね。これいいです ね、いいペース、素晴らしいペースです。ですが、ここのプッシュはすごい効きますよね。そうですね。
タイヤ変えるとこんなペースにすぐならないですから。でこれ次入らないと3分の1規定に抵触するギリギリのラインなんで、次おそらく入るでしょうね。そうですね、入りますね。最大スティントと言いましょうか、レギュレーション上担当できる最大の周回数をこの JP オリベイラに託したという言い方ができそうです。近藤レーシング、上空は明るくなってきました。レース中は雨も時に降りて、路面は実にナーバスだった2010年の開幕戦ですが、さあそんな駆け引きの中、近藤レーシングの GTR がもしかするとトップキープできるかも分かりません。で見た目上2番手にいたレイブリック HSV が今ピットに入りました。昨年まで2シーズン ARTA NSX で、サーキットを沸かせました若武者伊沢拓也が今シーズンこのチームのエースドライバー。今コックピットに収まったのはルーキーです山本直樹。小川さん、はいどうぞ。レイブリック HSV はタイヤを交換していません。リア一応用意はしていたんですが目視して大丈夫とのことでタイヤを交換せずに出ていきました。つまりここまで引っ張って状況を見てニュータイヤでアウトラップをルーキーに任せるよりも使える、温まった状態のタイヤのまま行かせて最後までやろうと。そうですね、これも一つの判断ですね。ですね、はい、いやこれはいろんな脳裏に様々なことが交錯しています。はい、立川選手の前に入ってますから、はい、タイヤでに関してはもう温まってるタイヤですよね。そうですよね、はい、ただあとは今度はこの後はよりタイヤは消耗をしてきますので、それと向き合いながらルーキーの山本がどんな走りを見せてくれるでしょうか。立川の前、はい、で伊藤の後ろに入ったんですね。そうですね、そういうことですね、はい、そうです、はい。JP がどの位置に入って、JP ですね、近藤レーシングがどの位置で入りました、ね、戻るかにもよりますけれども入りました。これですから、はい、これも JP はすごいいいタイムで走ってましたんで、そうですね、このままゴールで行きたいぐらいの勢いで走ってましたよね。56秒台を何度も織り交ぜながらこの自分のスティントの終盤危機迫る走りを見せました JP オリベイラ。あジャッキ上がってない、あジャッキ上がってない、上げてないっていうことですか。タイヤは変えない、用意してませんね。変えないんだ、これは来るぞ。これはなんと変えない、すごい近藤レーシングタイヤ変えない。さあすごい、もういった、タイヤ変えずに行きました安田光。トップ行くぞ。うわこれはタイヤを温める必要がまず安田にはありません。これアウトラップも早いということですよね。そうですね、うわ近藤監督してやったり JP オリベイラのロングスティント成功。今コースに復帰します安田博信。うわこれは面白くなってきた。これはもう勝敗は全然見えないですよ。 GTR 逆転、 GTR 逆転来ませんね。わ来ない、うわ来ない、なんと今来ました、最終コーナー今降りてきました。 JP オリベイラが大きな仕事をしました。うわこれはすごい。あとこれこちらも目が離せないんですけど GT300 もそろそろ33号車が入らなきゃいけないんですね。それで2番手がセブンが無交換で行ってまして、そうですね、これもまあ33号車がピットアウトするとクロスプレーになると思いますね。はい、近藤監督です。はいどうぞ。その33号車なんですが1回ですねピット準備したんですね、したんですけれどももう少し引っ張ってみようということで中止しています。で今様子を見ているような状況ですね。ただ影山でスタートしてるんであとはスティント数っていうかラップ数の問題出てきませんか。はい、もう入らないとそのまま入らないといけないですね。ハンコックも入らなきゃいけない状況になって300は500のペースにこうラップされてますから、はいはい、周回数少ないんですよね、はい、その辺気をつけないと規定を超えてしまう可能性が出てきますよね。はい、ハンコックはですからこの後ちょっと早めに木下にステアリングをつながないとレギュレーションに抵触してくる可能性も出てきます。そうですね、13周ぐらいは走りたいと思いますんで、ハンコックもタイヤを変えないつもりかな。で今まだピットに入ってないのはこの車だけ、それ以外はピット作業ルーティンのドライバー交換を終えているという情報です。さあいよいよレースはこの後終盤戦の大きな山場へと差し掛かっていきます。オープニングラップで交代した RX7 ですがタイヤ無交換で折り目が現在2番手をキープで、この影山木下組との差が52秒ぐらいあります。はい、そうですね、タイヤ交換をしているとちょうどクロスプレーですね。なるほど、はい、ですからもうアウトラップ遅いですからやられてしまう可能性がありますね一旦はね、はい、ですからこれひょっとすると33号車も無交換できればそっち行きたいですよね。さあ一方 GT500 の方はタイヤ無交換作戦です。 HIS 近藤レーシング
まあ、JP オリベイラという速いけれどもタイヤもいたわれるという素晴らしいドライバーを抱えているからこそできる荒技。そして2番手に米尾末氏、ルマンも久しく勝ってませんので伊藤もそうでしょうしルマン陣営もそうでしょうし勝ちたいレースで、まあ、勝てるかなという展開になっていたんですが、それを覆そうという近藤レーシング、このエネオス SC チームルマンに対して20秒近いマージンを保っています。残り周回が16ラップで、福山さん、はい、20秒ぐらい差がありますよね、はい、伊藤の逆転のシナリオという点で考えてどうでしょうか。そうですね、結構厳しいですけれども厳しい、はい、ただまあ、この後タイヤがどう落ちてくるかっていうのがありますよね、はい、まあ、つまり変えてない車は由良さん、後半はよりタイヤがきつくなる可能性もはらんでいるということになるわけですね。そうですね、当然そうですね、ライフはきつくなってきます。ただ今回この路面コンディションが逆にものすごく悪かったので、ええ、タイヤがそんなに摩耗してない可能性もありますよ ね、グリップ力が全然低かったので、はいはい、しかしこの天候に完全に振り回されましたね。そうですね、逆にそういう部分では作戦のいろいろな違いが出てきて、はい、これは面白くなってきましたね、はいはい、各陣営もすごく考えてますね。こうしてみると本当になんか技ありの連発になってますが、はいはい、で次安田選手が戻ってきた時のラップタイム注目したいですね。そうですね、はい、今伊藤選手は56秒台というかなり速いペースで走ってますから、はい、それから今画面で出ているのは32号車エプソン HSV に60秒ペナルティストップペナルティペナルティストップというのがピットストップしなくてはいけないと、60秒ピットに止まらなくてはいけないというペナルティが課せられました。でこれはセーフティーカー中にピットに入ったということに対する裁定なんだそうです。そうですか、はい、まあ、入らざるを得なかったですけどね、タイヤパンクしてましたから、はい、そう入っちゃダメと言われてもね、はい、ペナルティもらっても入るしかないですね。そうです、あれでももう一周してきたらもう帰ってこれないかもしれませんしね、はい、さあレースはいよいよ終盤です。安田がタイヤ無交換の近藤レーシング、先ほどの周回で 19.9 秒という差です。そうですね、安田選手ラップいいので、はい、19秒というのは結構セーフティーリードに近いですね、今のままのラップで走れるんだと、ね、安田が1分57秒5で走って伊藤が58秒1というのが先ほどの周回です。はい、これまた安田君も更新して1回目の計測なので、まあ、もう少し上がってくるでしょうからね。さあそしてここで入りましたハンコック、これタイヤ変えるのかな。注目はピット作業です。この車が入っていよいよ全車タイヤ交換、ピット作業完了ということになります。はい、タイヤ変えてるとこれトップ入れ替わりでセブンが前へ出るのか、ね、現在リアのみスタンバイしています。さあポルシェ入りましたハンコック、リア交換ですね、変えます。さあでも引っ張りましたね影山雅美で。そうですね、GT300 クラスの方はレース34ラップを終えています。ですからこの周回数に加えて、何周ですかね、17周は多分影山は走る、あ、木下が走らないとダメなんでしょうね。ちょっと手間取ってますね。あ、ダメだこれ、あ、ちょっと時間かかってます。ハンコックはセブンが来ました。さあ、はい、ハンコックがちょっとピット作業で時間がかかっている間に、まだ出てこないです。40秒超えましたからね。引っ張りましたがこれは作業が遅れました。これはもう4本交換で十分にできるぐらいかかっちゃいましたね、はい、もったいなかったな。それによって RX7 がトップに立ちました。その後ろから46号車の車も行きました ね、モーラの Z が今抜けていきます。さらにここ後ろからルガシーはこれ周回遅れ、その後ろからはまだ来てませんので19号車ですね今来てるのは、ウェッツスポーツはかなり、はい、ウェッツスポーツが今後ろにいます。差があります。ちょっとまだ挙動が定まりません。このハンコックポルシェ、木下にドライバーが入れ替わっています。さあ GT300 も終盤、ここでハンコックポルシェ3番手に交代で、トップに立ったのは雨宮レーシング RX7 です。このハンコックを46号車のモーラ Z もかわして、上位は 7Z という日本車2台が並んでいます。セブン強いですね毎年。そうですね、はい、開幕から去年も3連続表彰台でしたし、はい、まあ、本当に安定してますね。そうですね、
おそらくこの気候にも助けられてタイヤは持つ方向へ行ってるんじゃないかと思いますね。はい、さあこれがですからハンコックの後ろにいる4番手のウェッズスポーツです。まあ、去年のチャンピオンチームでもありますし、当然そのドライバーのコンビを今シーズンウェッズスポーツは持ち越してますので、現在4番手、当然年間チャンピオンを争う1体というふうにお伝えしておきます。オープニングラップで構想符があって一時は交代した RX7 ですが、結果レースの終盤トップに立って、さあいよいよこのまま逃げ切れるかという状況です。うん、いろいろありましたけども結局トップですね。トップですね。アメミヤレーシングはセカンドスティントをこの数年メキメキと力をつけています。折り目がドライビングをしています。谷口がファーストスティントを務めて、これがパートナーの谷口です。谷口それから折り目と僕そう演じちゃってるんです。まあこれでも、まあ、福山さんも GT300 でチャンピオン取られてますけれども、はい、あの先に走って、はい、モニター見て待つ側っていうのはどんなもんなんですか。いやもうあの自分がいい仕事できた時はもうあとはあのそれは成績がいいに越したことはないですけれども、ほっとしてますよね。そうですか。はい、あハンコックの後ろに来ました、ウェイズスポーツが。あ本当ですね。さあ、RX7 のトップは安泰です。これ18秒リードがあります。これ、GT500 の方は100号車の山本選手ってタイヤ無交換で出てきましたよね。そうですね。唯一56秒台で今走ってるんですか。はい、いい感じなんですね。はい、これも表彰台もなんかだんだん近づいてきましたね。なかなか部長やりますね。今、まあ福山さんから部長というふうに紹介がありましたけれども、100号車のルーキー山本選手は、まあ、若い21歳なんですが、なぜかいろんな関係者から部長という愛称で呼ばれているそうです。その山本選手が現在3番手走行中、まあ、HSV はそのホンダ陣営の中心のチーム3台にアクシデントがあってどうかなと思いましたけれども、レイブリックチーム国光がいいところにつけています。いやしかしそれにしましてもこの近藤レーシング、いやペースいいですよ。安田いいですね。はいはい、これはちょっと全然差が詰まってません。はい、今現状1位と3位がタイヤ無交換でいってるわけですよね。しかもタイムはあまり落ちていないということで、いやこれ無交換作戦がこのまま機能してしまいそうな勢いですよね。はい、さあ安田が見事な走りを見せた JP オリベイラのステアリングを継いで、なおかつコースに復帰した後57秒台を連発で、差は広がってますもんね、差はね。でようやく今伊藤大輔が、まあ、この状況を見てたと思いますけれども、ペースを上げて57秒前半とプッシュをしてきました。ただレース周回数は残されているのは12周、果たしてこのエネオス SC チームルマンが追いつけるのか否か。そして景品を捉えたペトロナストムス、これが5番手争いになります。さあ脇坂11が前、ホンダの若武者、塚越光大を捉えています。この17号車景品塚越君は、はい、リアタイヤのみ交換でしたよね。で、ま、後ろのペトロナストムス脇坂11は当然四輪交換、はい、で今タイム差を1秒弱、おっとハンコックをかわしたんですが、もう1回プッシュ、木下前に出ました。はい、直線スピードはポルシェ有利ですからね。ただこの IS350 後ろの片岡が引き続き前のハンコックをプッシュしようとしています。一度はストレートで抜かれかかったハンコックですが、もう一度二の足を使って前に出ました。まあ、この前のハンコックポルシェは直線の速さ抜群、別名直線番長と呼ばれています。そのハンコックポルシェが直線の速さを生かしてウェッズスポーツ IS350 を抑えました。ただこれまだ IS 片岡も福山さん十分チャンスありですね。そうですね。さあ一方こちらはトムスと景品の5番手争いになります。脇坂11は何としてもこの若い塚越を抜きたい。ただ塚越の方も決して劣らないペースを見せています。あでも11はさっきほどの周回で56秒前半を出したんですね。はい、後ろについていた2台を振りほどいてここまで来ましたからね、ペースは悪くないですよ。はい、さあしたがってまだポディウムまではちょっとありますが、抜けば脇坂5番手、そんな争いになっています。
で脇坂、この塚越の前にレクサス38号車ゼントセルモの立川雄二がいます。先ほどの周回で57秒016という自己ベストを出したトムスの脇坂11、その前は景品の塚越高台です。さあこれが早いですね、この1コーナーに入ってからが、ね、トムスが早いんですね。そうです、はいはいはい、これ GT500 の3、4、5位が団子になる可能性ありますね。はい、立川君もいまいち逃げていけないんで、はいはい、これも塚越君と今映っている脇坂君がちょっとにじり寄ってきてますし、はい、その前に向こう間の山本選手、山本部長がいますよ ね、 すね、はいはい、山本が今青い車行って、この赤い車が前途するもの、はい、立川これ団子になる可能性ありますね、4台が。そうですね、なんか全部テールツーノーズになりそうですね、はい、さあデグナーを立ち上がりました。塚越と脇坂11はヘアピンでも行けるぞという少し牽制する動きを見せました。ついた、ただ立ち上がって少し離していきます。 HSV ちょっとあの HSV 序盤でアクシデントで車が壊れましたのであんまり話ができてないんですが、ちょっとこれバトルなんで、そのバトルに専念しましょうか。うん、脇坂11ワンチャンス狙ってます。これも完全にちょっとした隙があれば入れ替わる差です。そうですね、ですから塚越はミスをしないで脇坂11を抑えるというタスクが求められます。これ前途に追いついてきてますね。追いついてきた、はい、立川はペースあまり上がりません。この2台はですからペース保って追いついていくと、4番手争い、3台の争いになりそうです。かなり追いついてきましたね。追いついてきた、セルモはペース上がらない。38号車は 1.3 秒まで差を詰められました。前途はタイヤを4つ変えましたよね、はい、変えたにもかかわらずちょっと辛くなってきたか。変えた後の温まりが非常に早かったんでしたよね、この車はね、はいはい、そうですね、ですからかなりソフト系で行ってて少し落ちてきてるのかもしれないですよね、想像ですが、まあ、そう推測したくなるぐらいのペースの落ち込みです、はい、ちょっと上がらないですよ ね、 ですね。したがって後ろ2台、景品 HSV の塚越、それからペトロナス・トムスの脇坂11、この画面の2台にもチャンスが生まれました。で、この3台の争いの4秒前に、レイブリック HSV がいます。さあ3台の争いになりました。4番手争いです。この今の3台の争いの前にここに100号車レイブリック、この100号車がまたペースがいいですね、はいはい、その3台よりちょっといいぐらいのペースで走ってますから、これでも立ち上がった山本は伊藤大輔よりも速いペースで走ってるわけで、ルーキーですけれどもなかなかやりますね。やりますね、はい、タイヤ変えてないですからね。いや本当ですよ、はい、まあ、F3 時代の走りを見た印象として、まあ、関係者の中からコメントが上がったのは、山本はもしかすると、伊沢と同等かそれ以上のポテンシャルあるかもしれないと、はい、そういう声もありました。21歳の若いルーキードライバーですが、山本もいい走りを見せて現在3番手で、その後ろにこの3台の争いです。まあ、21歳で部長ですからね、バカもんじゃないのは確かですよね。まあ将来社長ですね。そうですね、間違いないですね。はいはい、さあちょっと予断を許さなくなってきました。この4番手争い、立川雄二が守りのレースを強いられています。で立川のペースが58秒中盤、後ろの京浜、塚越で56秒、今後半が出ました。立川も少しペースはこのラップ上げてなんとか塚越を抑え込んでいますが、なんとかほとんど差がないですね。残り10周持久戦となりました。この3台です。このラップの立川君のタイムちょっと見たいですよね。プッシュし続けられるのかどうか、プッシュすると少しオーバーヒートになってしまうようなタイヤですと、ここでまた落ちる可能性がありますよね。57秒を2つ続けた後、41周目が58秒中盤、で差が詰まってまずいなというのもあったでしょう。立川は42周目に57秒118というタイムを出しています。ここはまたちょっと迫られましたね、このラップは。でタイムが出れば、景品は画面ご覧いただいているように40周目と42周目で56秒台は出てますので、立川よりもペースは速いということが言えます。
ちょっと脇坂君もここは一息つきましたかね。ちょっと制球に行ってないですね。攻め、あぐねているという感じですかね。はい、39周目に脇坂はピークを持ってきて56秒016はこれが自己ベストです。でその後にここ2周は57秒台、まあ、今まさに福山さんおっしゃったちょっと息をついてるかなという状況です。はい、最後の決戦に備えてタイヤをちょっといたわってる可能性がありますね。間を測ってる。はい、ここは行ったかな。ちょっとここ 2,3 周少し、タイヤをクールダウンしたというか表面をきれいにしましたよね。ここでまたちょっとプッシュする可能性がありますが、まあ、レース難しいのはただイケイケを続ければ抜けるというものではありません。そうですね。はい、そんな駆け引きの妙はこの画面一番後ろの脇坂11位、それから一番前スピードスターの立川雄二、ベテランは持ってます。で間に入った塚越はまあ血気盛んな若者なんですが、この人も福山さんポテンシャル持ってるでしょ。そうですね、まあ、雨でも非常に速い、なんでしょうね、ヨーロッパ系のドライバーと言いましょうか。はい、ちょっとまあ目立たない地味系な風貌ですが、やってることはすごいですよね。これはどうかな。脇坂、あれ去年の茂木のフォーミュラ日本ですよね。はい、あの雨の中でスリックタイヤで引っ張ってね。そうです。すさまじい走りを見せたのが、すごいバランス感覚持ってますよ ね、まあ、雨というのはドライバビリティが強く出ると言われますが、そんな中でも速さを見せることができます塚越光大。したがって、まあ、ドライバーのラインナップを見ても非常に面白いこの3台の争いです。あ、ちょっと脇坂君の前に1台入りましたね。ランボルギーニが今入りました。はい、これしょうがないですが一旦ちょっと空きますね、ここでね。この分のロスが後半どう出るでしょうか。即時にこの3台は接近戦という感じではありませんが、一番後ろの脇坂は前2台当然視野に捉えつつ、間に入った塚越は前後ともに、まあ、ミラーとそれから自らの視野でもってその2台を確認し、立川はこの位置ですと福山さんどうですか、リアミラーで、はい、後ろ2台とも見えてますよね。そうですね、見えてますね。ですから、まあ、無線の更新も含めて後ろからは2台が来ていることも理解しながらの走行になります立川雄二。そうですね、一周の間相当な回数リアミラーを見てると思いますね。はい、まあ、しかしもうねベテランですからねはい、はい、そうミスはしないですし、はいはい、なかなか この差を変えていくっていうのはね難しいですよね。そうしますと、まあ、ここで立川が今負担をしてくれている状況で、まあ、仮にレイブリックなりトムスがもしペース上げられる状況であるとするならば、ここが抜いてきませんので、3番手のレイブリックの、まあ、この HSV の若手コンビ2人がポディウム開幕戦なんか濃厚と言いましょうかね、追い風という状況になってきましたね。はい、タイムもですね非常に安定してるんですよレイブリックの車が。はい、画面では継続してこの4番手争いをご覧いただいていますが、単独走行している3番手のレイブリック NSX の山本、これね山本のペース相当いいんです。いいですね。画面戻ってこれは安田トップです HIS 近藤レーシング。開幕戦2年連続優勝がちょっと近づいてきました。はい、安田選手もですね自分のアドバンテージ全く減らしてないんですよね。はい、ずっとキープしてますから、これだと本当にちょっといきますね。そうですね、残り8周ですか、7周、8周ですね。いやこれもこの8周が長いでしょうね近藤監督にとっては。各陣営のヒントになったのはおそらくコースアウトし、これピットを出た後の石浦の冷えたタイヤでの走りで、あれを見てこのファーストシントを引っ張るべきだと考えた陣営が多くいたはずです。それがハマったのが近藤レーシング、まあ、近藤監督の策ハマってこのエネオス SC との差を18秒保ってレース終盤です。伊藤大輔も速さは間違いなく持っているドライバーなんですが、由良さん簡単に詰めれないですもんね。そうですね、本当に素晴らしいですね。これだけの前半 のオリベイラの、ね、あの速さを持ってして、で未だにその体を使い続けているわけですからね。はい、はいはい、横浜タイヤもそのタイヤの能力を存分に発揮しています。その横浜タイヤを装着した GTR を追っているエネオス SC、 昨日あんなクラッシュをしたところがですね、ですよ、はい、もう完全に修復されてるんですね。はい、これそうしますとクルーも2時間の睡眠でもってあれだけマシンを修復した本当に苦労をした甲斐が出てきました。はい、一方で昨日も徹夜組は GT300 にもいまして、はい、ゼッケン5番のマッハ号が徹夜で、彼らのチームはホテルに帰ってないらしいんですが、はいはい、これ今見ると5番手まで上がってきてますよね。ちょっと待ってください、これレイブリック差を詰めてます、はいはい、ルマンとの差が今3秒台まで詰まってきました。
伊藤が捉えるべきは前の安田ではなく後ろの山本、レクサスの後ろからさあホーム鈴鹿で HSV のこのレイブリックが上がってきました。これは後ろからの防衛じゃなくて前を攻めてるということですよね。いやこれねルーキー山本が57秒前半なんですね。素晴らしいですね。今も57秒1。うわこれはすごいぞルーキー山本。しかも無交換タイヤ無交換で追い上げてるってことですもんね、はい、すごい、あとすごいことになってきましたね。山本直樹がいきなり鮮烈なデビューレースとなっています。これあと20周ぐらい見たいです ね、 本当ですね。やってる方はたまったもんじゃないと思いますが、いや伊藤大輔は後ろからルーキー山本直樹から追い上げられてここまで差が詰まりました。今ちょっとロスしましたね。伊藤立ち上がってその後ろから300をパスしていきます。伊藤は少し300のマシンに詰まりましたがこの位置ですとレイブリック、レイブリック HSV のこの山本直樹は大きなロスなくスプーンを立ち上がって、最終コーナーへ向かっていけそうです。島田さん、はいどうぞ。やはりあのタイヤ各タイヤメーカーがですねあの HSV に対して供給しているタイヤメーカーが言っているようにタイヤにやっぱりこの車は優しくて、きちんとグリップしてスライド量が少ないというところで、はいはい、摩耗がとてもいいそうなんですね。あ、そうなんですか。ですからやはりこの無交換でもきちんとタイヤセットマシンセットができていればこのようにですね後半でも無交換の状態でもこういったタイムが出るんじゃないですかね。はい、まあ、とにかくファーストインプレッション多くのドライバーのコメントを拾ってみると、まあ、コントローラブルであるとか乗りやすいそれから無理が効く、NSX と違ってシビアではない、まあ、そんなコメントが聞かれていますこの HSV。 さあ1秒差だ。ちょっとって感じになってきましたね。1秒差です。1秒差ちょっとね今2秒もラップタイム遅かったんですね。あの伊藤選手のエネオスがね、はいはい、あ2分台だ先ほどの周回、はい、そうなんですよ。うわどうしたんだろう。チャンス到来ルーキー山本、しかも前はレクサスのエース伊藤大輔です。おー伊沢が手を握りしめている。伊沢が祈っている。そして伊藤のパートナービルドハイムは固まった。固まりました、ね、ビルドハイム。山本が来た。さあなんと大きな仕事をしでかすか山本直樹。この男はルーキーです。とんでもない鮮烈デビューとなるのか。レイブリック HSV、はい、伊藤選手の、ね、ペースが上がらないんですよね。そうですね、これトラフィックだけじゃないですよね、はい、そうですね。残り6周、お二方に率直に聞きます。山本はチャンスありでしょうか。いやそれはありますね。もうどんどんプッシュすればするほどチャンスは出てきますけど、ただどうしたんだろうなっていう感じはしますよね、はい、これ間違いなく真後ろまでは行くでしょうね。真後ろまでは行く、はい、そこからがどうかっていうのは、まあ、相手も伊藤君ですからね、まあ、伊藤であったり立川であったり、まあ、脇坂本山、まあ、この辺りのドライバーは後ろに疲れても、まあ、よく由良さんなんかも後ろに目がついているという言い方をしますけれども、さまざまな駆け引きをしてブロックをして簡単に抜かせない技術を持っています。まあ、それがしかもこの人たちはダーティーなやり方ではなくクリーンなやり方でしっかり抑えてきます。あの何か車にこう問題を抱えている場合は別ですけれども、はい、そうでない限りは、まあ、追いついたからって簡単に抜けるもんではないですよね。あちょっとこれすごいぞ。あと景品に食らいつく脇坂、ここもちょっと目が離せない。どっちを我々見たらいいんだ。4番手争いもちょっと注目。逃げる前頭、後ろから景品塚越、後ろについた立川がちょっと苦しい。さあ立川が苦しい。立ち上がりから行く。加速できない。ゼントセルも空か。 HSV 塚越さあついた。そしてこの間隙を後ろ脇坂も狙っている。抑えました立川。おっとしかし脇坂11が今度は塚越のインを狙っています。まだ分かりません。はい、ここもやはり立川君が相変わらずちょっと苦労している様子ですよね。そうすると伊藤君、ゼッケン6番の伊藤君と立川君のタイヤが同じかもしれないですよね。なるほど、はいはい、そうですね、ペースが2分台に落ちてますからね、ちょっと心配ですね。まあ、ですから先ほど後ろに目がついているというのは立川のこういう走りです。簡単に塚越が行こうと思ってもなかなかその行くタイミングをいろんな駆け引きでもって塞いできます。ただタイヤが相当苦しいということを踏まえて考えると名手立川としてもここは楽ではない戦いを強いられています。そうですね、このペースの落ち方からしてもですね、レクサス勢はちょっとタイヤが辛くなってきてますよね。トムスはそうでもないでしょ。
まあそうですね、でもこのやっぱり HSV のタイヤライフの、はいはい、まあ、コントロール性の良さっていうのはちょっとなんかもしかしたら今シーズンものすごいこの大きなアドバンテージになるのかもしれないですね。実は予選終了した後 HSV でポールを取った小暮は決勝は自信があるんです、決勝にはいい準備ができてるんですと言っていましたが、もしかするとそんな要素を踏まえての発言だったのかも分かりません。変えなくてもいけるっていうのはあの時に匂わせてたのかもしれないですね。そうですね、いやーこれは HSV 至難のデビューレースになると思いきやとんでもない存在感を見せています。充実するレクサス陣営、それに割って入ったのは HSV ホンダの副兵レイブリック、そして景品です。レクサス2台に挟まれた景品 HSV の塚越広大、まだ残り周回4周ありますので諦めずにプッシュします。あ、そして伊藤がなんとかこれ山本から一時1秒差まで詰められましたがイーブンペースでこらえました。さすが伊藤大輔、57秒台後半と伊藤も山本と同等のペースを保ってレース残り4周です。これ伝送もなかなか落ちずに上がってきましたね、はい、また後ろに迫ってきましたが残り周回数が、まあ、あまりないのでちょっと勝負に参加できるかどうか分かりませんが、今おっしゃった伝送はこの3台の後ろにいます。はい、もう見えてきましたんでね、これ勝負する周回がどんどんなくなってくるからそろそろちょっと焦りますね。そうですよね、はい、ちょっともう仕掛けないと、さあちょっとダスティーなところを走りました。トムス、これはデグナーなんですけれども、これはでも全く上位この4番手争いの3台は、まあ、全くのイーブンという状況とお伝えをしておきます。まあ、ただタイヤつらいのはおそらく一番前の立川、さあ脇坂がヘアピンの立ち上がりで完全に景品のテールを捉えましたが、どうかな、あ、行ったか、これは行く構えだけです。脇坂11スプーンの入り口からさあこの後立ち上がっていきます。バックストレートどうでしょうね、ちょっと今ヘアピンからの加速が鈍りましたね塚越君。そこをおそらく感じ取っているであろう脇坂11はアクセルを踏み込んで、ただこれはすぐ行けるような雰囲気には見えません。そうですね、前を追いながら後ろの脇坂も抑えなくてはいけないという間に挟まった景品 HSV、 いやすごいな三つどもえ、ブレーキは結構あの脇坂君の方がいいんですけどね、グリップが落ちてきた時の 130R がやはりあの HSV はダウンフォース強いんで、はいはい、全開で抜けてきてるようですよね相変わらず。あと小暮選手のコメントにもトラクション重視、トラクション重視って言葉がありましたね、はいはいはい、ですから脱出の前へ進む蹴る力強いんですね。ですからスプーンの入り口のところで脇坂仕掛けましたけども、その後130に向かったそのトラクションかけていくところで広がったということですよね。そうですね、おっと、どうかな、300間に入った、こういうことが起きます、どうかな、しかしここはなんとかなんとか順位はそのままです。このですから300が間に入ってきた瞬間というのに何が起こるか分かりません。はい、伝送も来ましたよ。お、伝送この間に来ました。はい、平手が十分この争いの圏内に飛び込んできましたが、まあ、ただいかんせん残されたレースラップは残り3周です。いやこれもでも参加しましたよね、これで、はい、伝送1秒早かったですね今の周、それでパッと追いつきました。さあこれで3台の争いから四つどもえです。一番前がゼントセルモ、その後ろに景品 HSV、 ペトロナストムス、デンソーサード、レクサス3台、1台はホンダです。はい、この立ち上がるトラクションがいいですよね、HSV、ね、でここから脇坂が少し差は詰めるんですが、もう一回ここで HSV、はい、ブレーキングは結構いいんですよね、脇坂君の方が、はい、でこの後がまた広がるんですね。そうですね、そしてこの先の 130R がやはり少しレクサスが全開でいけなくなってきているような感じにちょっと見えるんですが、これ平手も相当いってませんか、これ。いや来てますね、相当いってるでしょう、はい、これ平手が、うわっとちょっと今タイヤの後ろから煙が上がったようにも見えましたが、まだ残り2周ですが、これはいけると、おーっといったぞー、ね、景品がいった、あー、これはどうだどうだ、このアクシデントはどうだ、ゼントセルモが外に押し出されました、立川雄二、そしてトムスが前、
この間にトムスが前に出ました。そしてデンソーサードが景品をかわしていきます。やはりこれ後方にチャンスが生まれましたね。あの中で、うわー、であとこれ景品の塚越が今のどういう裁定となるのか、ちょっとシビアですね今の裁定は。つまり押し出したというふうに判断される可能性があります。1台コースオフ、この車が見えない。1コーナーですねこれはね。なんだ、お、ゼントだ。ゼントがこれ、立川は結局どうでしょうね、1コーナーオーバーランしてしまいました。先ほどの接触の影響ですかね、かもしれないですね。見事に抑えていた立川雄二、試験の立ち上がりでマシンが接触、それによって大きく後退しました。うわー、あと2周のところで4番手をキープしていたゼントセルモが消えて、さあトップキープ、トップは安定してますよ。 12.9 秒のリードを保って安田博信、はい、でも結構吐き出したんですよね、7秒近く吐き出しましたね、はい、でもまあここまで来ればなんとか逃げ切れるでしょうね。そうですね、ややクルージングしてもいいですよね、ちょっと、まあ、つまり気を抜いてはいけませんが、無理をしないで、はい、まあ、あの後ろから抜かれないぐらいでレースをコントロールして、はい、そうですね、もうあとは終わればこの近藤レーシングが開幕戦2年連続優勝ということになります。予選でクラッシュした後、近藤雅彦監督、マッチ監督の悲痛な表情も印象的でした。その悲痛な表情に応えたクルーたち、見事な仕事をしてマシン修復、笑顔が出ました近藤雅彦。さあ今ファイナルラップに入りました。それにしても恐るべしは JP オリベイラ、タイヤを大切にいたわって、しかもあの速さを保って、気づけばトップ、やりましたね JP が、素晴らしい仕事を見せました。そして安田博信がそのユーズドタイヤをそのまま引き継いで、見事な守りのレース、まあ、気持ちは攻めていながらマージンをしっかり守り切って、いよいよトップチェッカーへ向けて快走しています。 JP はやはり予選でやってしまったっていう気持ちがあるでしょうからね、取り返しましたよね、はい、去年の開幕戦は雨の岡山、まあ、様々なアクシデントがあり、予想しない、まあ、その天候によって、まあ、ある意味、まあ、棚ぼた的な要素もあって勝利を獲得しました。しかしこのレースはレースの展開をしっかり読み切って、駆け引きで勝り、そしてドライバーたちの力で勝り、素晴らしい、内容も充実した最高の開幕戦の勝利が近づいています。そして日産は今シーズン3種類のタイヤを使っていますが、そのうちの横浜タイヤの GTR が間もなくトップチェッカーです。そしてオープニングラップでコースオフをしながら見事に挽回したこの RX7 もタイヤ無交換作戦、はい、300の方の3位争いがちょっと今熾烈ですね、最終ラップですが、はい、さあレースをリードしているのは300クラス RX7、 折り目が30秒近いマージンを保って間もなくトップチェッカーを迎えようとしています。19号車がマッハ号の追撃を振り切れるかどうか、今ダンロップコーナーですね。さあそして近藤レーシング今試験に入りました。なんとなんと、すごいですね、はい、交差混じりの雨が降る中、駆け引き重視になった2010年の開幕戦、次なる10年の最初のウィナーは近藤レーシング、あっぱれマッチ監督、声なき声を上げました近藤雅彦、 JP オリベイラ、安田博信、素晴らしい仕事をしました。なんと近藤は開幕戦連勝です。さあそして雨宮レーシングが帰ってきました。ここもタイヤ無交換作戦成功です。谷口もまた、まあ、オープニングラップでコースアウトしながらよく挽回をしました。そして最後セカンドスティント折り目がうまくレースをまとめて今トップチェッカーです。ここはもう悠然のトップチェッカーです。30秒近い大差をつけて、この谷口と折り目のコンビが開幕戦優勝を果たしました。去年はポイントをたくさん取ってチャンピオンを争った RX7 ですが優勝がありませんでした。見事な優勝を飾りました谷口折り目。いやー、そして安田がドア、窓を開けて右手を突き上げて自分たちが勝ったというのを誇示しています。平手選手は最終ラップに一つ順位を上げましたね。あ、景品を抜いたんだ。はい、抜いてますね。さあそして注目 GT300 の3番手争いは、はい、19番に入れましたね。はい、二郎さんどうぞ。島田さん、
見事500クラス、開幕戦連覇を達成しました近藤レーシング近藤監督です。開幕戦連覇です。そしてですね、大クラッシュからのですね、祝福、もうメカニックたちの力、そしてドライバーの力ですね。いやもう本当にチーム力です。本当にチーム力です。もちろんドライバーも最高のドライバーだし、本当にいいチームになりました。ありがとうございます。序盤のですね、混乱の中、そしてですね、中盤から A 段といいますか、タイヤ交換なしという A 段がありました。すごく悩んだんですけども、 JP にタイヤの状況を聞きながら、いけるだろうと。でアウトラップみんな苦労してたんで、アウトラップクロスするの嫌だったから、とりあえず冷えたタイヤよりもちょっとリスクはあったんですけども、あったかいタイヤのまま生かして、まあ安田もいい仕事をしてくれたし、とにかくチームがいい仕事をしてくれました。本当嬉しい。あの予選の大クラッシュ、そこの時によぎったそのですね、決勝のこの勝利っていうのは考えられなかったんじゃないですか。今シーズンからエンジンも変わりまして、メカニックたちが本当ずっと徹夜徹夜で、実は昨日もほぼ寝てないんでね、本当感謝してます。まあ、そのとメカニックたちが本当に歓喜、目の前を取り過ぎたマシンにですね、大きな声を上げてました。僕も嬉しいけど、メカニックが、ありがとうございます、ありがとうございます。本当にメカニックが今日はいい仕事してくれて、彼たちが、もう本当彼たちの勝利です。おめでとうございました。ありがとうございました。込み上げるものをこらえながらインタビューに応じてくれました近藤正彦監督です。迷ったと近藤監督が言ってます。ピットロード入っちゃったんですね。本当だ、安田はピットロードに入ってきてしまいました。慣れてないんですね、チェッカーのウィニングランが。安田は去年のセパンで1つ勝ってますけども、それ以来通算2勝目です。 JP は去年の開幕戦、岡山、雨の岡山以来、通算4勝目ということになりましたけれども、最後ちょっと微笑ましい光景になりましたけれども、安田選手が間もなくこれどうするんだろうな。そうですね、ピット入り口にちょっとマーシャルの人もいてほしかったですね。それから RX7 という車にとっては2年ぶりですね。2008年の開幕戦、鈴鹿がこの車勝ってますので、2年ぶりの、GT300 レース優勝と、いうことになりました。一回車を戻します。ごめんなさい、戻さないんだ。はい、ガードレールがオープンするところありますからね。あ、そうですか、はいはいはい、こっちから行くんじゃないですかね。はい、早くでもね、前に戻ってきてほしいですね。はい、はいはい、一番で戻ってくると、人について何かをすればいいんじゃなくて、自分が考えなきゃならないですからね。そうですよね、はい、そうですよね。こちらは、近藤の24番の旗振っている方がいっぱいいますので、近藤ホーレーシングのサポータースタンドですね。今日はありがたいことに3万1000人というお客さんがこの鈴鹿サーキットに詰めかけました。3万人のお客様はもちろん、画面越しにこのレースをご覧になった方にも、GT レースのなんか面白みを堪能していただけるレースだったのではないかなと。そうですね、思います。まあ、条件を厳しくしてどんどんレースを面白くしたみたいな感じだったんですね。はい、安田が今コックピットを出てスタッフと歓喜のセレモニーをしました。 いい仕事しましたね。そうしましたね、はい、さあそれでは準備ができたらインタビューを聞いていただきましょう。安田はヘルメットを間もなく脱ぎます。まあ、JP 選手も間に合ってくれるととてもありがたいんですが、安田がヘルメットを脱ぎました。迷ったという近藤監督の判断に応えたファーストスティント、ロングスティントを担当しました JP オリベイラ、そしてそのユーズドタイヤでもって見事にレースをまとめた安田博信。まあ、こういうレースを経験することで福山さん、はい、若い安田というドライバーの引き出しも増えますね。そうですね、なんといってもやっぱり自信になりますしね、はい、やがてはこれを繰り返すと俺が負けるわけがないっていう気持ちに変わってきますんで ね、 でね、はい、貴重な一勝ですよね。立川選手残念だったですね。最後 JP 来ましたね、はいはい、チェッカー受けずにリタイアというか、はい、ピット入っちゃいましたね、入っちゃいましたね、はい、やはり試験員で接触でどっか痛んでたんでしょ。その後1コーナー飛び出してますから、そうですね、おそらく左サイドのタイヤがいったのかもしれないですね。ちょっともったいなかったですね、はい、いい仕事してたんで。そうですね、
まあ、塚越君の切れ味の鋭い飛び込みもありましたが、はい、真横まであそこ入りましたからね、見事でした、はい、ではインタビューを聞いていただきましょうか。ありがとうございます。タイヤ無交換というですね判断で乗り込んだ時はその率直なですね気持ちをお聞かせください。朝のねフリー走行ですごいラップ数してるタイヤですごいタイムが良かったので、まあ、近藤監督がいけんじゃないかって言ってでレース中ね JP がうまくタイヤも出してくれて、まあ、僕のスティント、まあ、エンジンもすごい速かったし、タイヤもすごい良くてもうパーフェクトなレースだと思います。で昨日ね、JP クラッシュしたんですけど今日もう素晴らしい僕としてはすごい尊敬できるレースしてくれたんで、まあ、本当に良かったです。 JP from the hell to the heaven。Exactly, yeah, you know, it's racing, you know, sometimes you have a bad day, you just have to recover. And to recover like this is even greater, you know. I knew that I had to stay on the track in the beginning because the conditions were super difficult with the rain coming and stopping. Very difficult to warm up the tires, especially we chose to run a harder compound today, which was even more difficult to warm up. But anyway, I think everything worked well. I was just not sure whether to keep the tire or not, so, but I told them, yeah, maybe we should keep it. It was great result. I have to congratulate, I have to say thanks to the mechanics because they worked overnight. Maybe they slept only 2 hours, and this is the best present I can give to them. まあですね、厳しい状況の中、そして昨日のですね、ミスをでなんとかリカバーしたいということ、そしてですね、自分はその固めのタイヤで出てきたんで、序盤はですね、すごく車をですね、コース上にですね、とどめるだけでも厳しかったと、そのた、なぜか私はですね、その昨日のですね、リカバーをメカニックたちがですね、修復してきた車はですね、寝ずにもうわずかに1時間2時間しか寝てない彼らが頑張ってくれて、リカバーした修復したマシンをですね、なんとか優勝に導きたかった、それができて本当今回はですね、メカニックたちの勝利だというふうに思いますと言ってます。おめでとうございました。 Congratulations. Thank you very much. ありがとうございました。放送席そしてサーキットの皆さん、続きまして GT300 クラス見事優勝されました M7 ムティアラモータース雨宮 SGC7 のお二人にお話を伺いたいと思います。まず谷口選手、ポールからのスタートで優勝でしたけれども、なかなか簡単とはいかないレースでしたね。全くもってポールトゥウィンじゃなかったですね。スタートダッシュ決めようと思ったんですけど、デグナーで濡れてまして全く曲がりませんでした。順位を落としてしまったんですが、本当にもう降ったりやんだり、もうクラッシュもいっぱいでセーフティーカー入ったりとかもう本当にいろんなことがあったんですけど、結果的にはですね、僕らのタイヤ無交換作戦でなんとか前に出ることが できて、そして折目選手が頑張って守ってくれたんで最高でしたね。はい、本当に今おっしゃってました通り前半路面の状況がかなり難しかったと思いますけれども、いかがでしたか？最悪でしたね。もう本当恐ろしい恐ろしいっていう感じで、まあ、でも本当に、隊列が落ち着いてからはいい感じで走れました。本当に横浜さんとかチームに感謝したいですね。そして後半を担当されました折目選手、タイヤ無交換で行きましたね。例のごとく、まあ、タイヤ無交換だったんですけど、まあ、相変わらず結果的に、ね、優勝できたんでいいんですけど、かなりタイヤは後半苦しかったので、まあ、その辺のタイヤマネージメントと、あとまあ後ろとのタイムギャップを、ね、しっかりと意識しながら、まあ、でも意識したんですけど、そのペースをコントロールできたわけではなくて、かなりプッシュはしてたんで、その中で、いかにタイヤをうまく使うかっていうことを、まあ、頭に入れてレース走り切りました。なかなかトップに戻ってくるまでに時間かかりました。そうですね、まあちょっと前半戦びっくりさせられましたけど、まあポールトゥウィンというような形でね、結果オーライというような形で、こうやって優勝できたのですごく嬉しく思います。今シーズンのスタートとしては最高のスタートになりましたね。そうですね、この調子でですね、今年をなんとかチャンピオンを取りたいですね。折目選手、
去年もう一歩のところで、ね、逃してしまったチャンピオンなので、今年はもう何としてでも取るんだという意気込みが、ね、この優勝というふうな形で表れていると思うので、2戦3戦、まあ、僕らの車重くなっていくほどにちょっと厳しくはなってくるんですけれども、まあ、その辺うまく2人の、ね、力とあと、チームの作戦で、ね、結果を残していきたいと思います。本当におめでとうございました。谷口選手、織目選手でした。という、この2010年の開幕戦、鈴鹿のレースを制しました300、500の両ドライバーに話を聞きました。まあ、見る側は路面の状況というのは見てるだけじゃ分からないんで、今の谷口選手のコメントと言い方でどのぐらいきつかったっていうのはよく分かりましたね。そうですね、怖い怖いって言ってましたが、自分の身のことが怖いんじゃなくてチームのレースを背負って走ってますんで、台無しにすることがすごく怖かったっていうことですよね。そのぐらい難しい路面だったということですね、はい、では暫定の結果をご紹介しておきましょう。2年連続開幕戦は近藤レーシングが取りました。 HIS アドバン近藤 GTR、 日産 GTR が2010年の開幕戦を制しています。2位表彰台にエネオス AC、 3位にレイブリック HSV、 まあ、ホンダ HSV はデビューレースでしたが、このレイブリックチーム国道の若武者コンビ2人がいい仕事をして場内を沸かせてくれました。ここまでが表彰台です。以下4番手にペトロナス・トムス、5番手によく追い上げてきましたデンソーサード、平手のセカンドスイントの走りが光りました。それから6番手にクラフト SC、 7番手に京浜 HSV、 モチュール GTR は8位フィニッシュ。それからちょっと試験の立ち上がりでアクシデントに見舞われたゼントセルモは結果9位、それから HSV のエプソンは10位で、フィニッシュしています。300クラスの暫定結果です。 RX7 が見事に優勝、2年ぶりの RX7 の勝利です。それから表彰台は46号車のモーラ Z と19号車去年のチャンピオンカーウェッツスポーツ IS350、それからこの5号車マッハ号もマシンが壊れて修復に時間がかかったんですが、見事後ろから追い上げてきて4位フィニッシュを決めています。5位にハセミ Z、 6位にハンコックポルシェ、7位に JLOC ランボルギーニ86号車、それから8位に74号車のカローラアクシオ、ペナルティがあった27号車のフェラーリは9位、それからランボルギーニ87号車が10位となっています。14位までが完走扱い、26号車がタイサンポルシェ、9号車初音ミクポルシェ、 R&D レガシー13位、それからボーメックスは10周遅れではありますが完走扱い14位という暫定結果になっています。それから補足の情報をお伝えします。17号車の順位は あの試験員のアクシデントはレーシングアクシデントではなく、ペナルティという裁定になりました。その27秒を加算した上での暫定結果であることをお知らせしておきます。さて、しかしなんだかもう今何がこの前に起こったのか忘れてしまったぐらいのレースなんで、映像を見ながら振り返っていこうと思うんですが、そうですね、これ300のオープニングラップです。これがライヤーが回ったんですね。でしたね。ダーレックセブンがあのデグナーで濡れてて曲がんなかったというふうに谷口選手言ってましたけども、それによってその余波で後ろがこういう多重クラッシュになりました。それから500もね、これ福山さん、はい、HSV3 台ですよ。そうですね、まあ序盤に主役格が結構いなくなっちゃったんで、どうなるかと思いましたが、いろんなドラマがたくさんあって本当にまあ、見応えのあるレースでしたよね。はい、2台残念でしたね。まあ、願わくば長く見たかった。そうですね、はい、私も HSV でいろいろ取材してきたことをですね、もう少し喋りたかったんですけど、はい、ほとんどなんか喋る機会がなくてですね、まあ、今年シーズンを追いながらですね、もっといろいろと話説明もできるかなとは思ってますけど、もう少しですね、走ってほしかったですね。ただレース後半見てても十分ポテンシャルがあることは、そのタイヤの優しさとかがものすごくこの、レースのですね、ストラテジーを決める上にも大きなアドバンテージになるっていうことを見せてくれてるので、シーズン後半ちょっと楽しみですね。今HSV のタイヤの話が由良さんから出ましたけれども、はい、優しいという話ですよね。そうすると HSV がチョイスできるタイヤは
より柔らかくて速さを追求することも可能ということになるんでしょうか。そうですね、まあ、今のこの GT のレースの難しさというのは本当にタイヤを制したものが勝利を握る、今日なんかまさしくですね、無効感に勝るそのピットストップの短さはないわけ で、 そうですね、で逆にそれを稼ぐためにいかに、上手にタイヤをマネジメントするかということが、近道になってくるわけですね、はい、という点でもなんか開幕戦はいろんなヒントもあり、それから各陣営のここまでの仕上がり具合も十分に伝わってくる、見応えのあるレースでした。さあ GT300 クラスの表彰式です。去年のチャンピオンチームのウェッズスポーツは結果開幕戦は3位フィニッシュです。ポディウム中央に立ったのは RX7 の2人、それから2年ぶりに GT に帰ってきました横溝が阿部とのコンビで、いきなり開幕表彰台です。まず3チームに主催者トロフィーを贈ります。この主催者トロフィーのプレゼンターは渡辺保つ大会会長です。優勝チームから順にこのトロフィーを授与していきます。この2位に入ったアップスタートモーラー Z は阿部が予選でちょっとコースオフしてしまったりはしましたけれども、速さは十分伝えてましたね。そうですね、それと、まあ、決勝序盤で横溝君の方でしたか、はい、1コーナーではみ出して少しポジションダウンしましたけれども、はい、よくリカバーしましたよね。阿部も、まあ、若さあふれるドライバーで若干やんちゃなところはありますが、見ていて面白い走りは見せてくれます。まあ、300は本当に多くのチームに優勝ないしはチャンピオンを争う権利があるというふうに今シーズンも多くの関係者が予想をしていますが、伏兵の一角に入ってきておかしくないだけのパフォーマンスを2位のアップスタートポルシェも、失礼、も見せました、はい、スタートドライバーは阿部君の方ですね。はい、失礼、はい、阿部君の方ですね、スタートドライバーはね、横溝がそうですね、セカンドですね、はい、後半追い上げてということですね、はい、さあ優勝チームにオートバックスカップ記念トロフィーが贈られます。オートバックス播磨地区代表、株式会社オートバックスセブンの代表取締役社長金田辰巳さんがプレゼンターです。どのドライバーもこのセレモニーの真ん中に立ちたくてレースに出ているわけですが、この2010年の開幕戦は RX7 の谷口織目の2人が見事ポディウム中央を射止めました。さて、どうやら300クラスの方にベストオーバーテイク賞がどうやら贈られるようです。あ、やっぱりセブンの2人ですね。ベストオーバーテイク賞は RX7 の2人に贈られました。プレゼンターは株式会社 J スポーツブロードキャスティング代表取締役社長高間正義さんです。まあ、1回下がって追い上げてきたと。そうですね、で勝ったと。はい、ただここにいるね、どの、もうやっぱりどこが勝ってもおかしくないような顔ぶれですからね。そうですね、はい、今シーズンも300はなかなか大変ですね。はい、まあ、まだまだこのレースで消えたチーム、特にガライアとシデンは序盤で消えてるわけで、ここは当然優勝争いに絡んでくるはずです。そんなことを考えますと、まだまだ2010年シーズンこの GT300 クラスは一筋縄ではいかないなと、いうことが十分に分かるレースだったという気がします。まあ、逆に言うと一体何人のドライバーがこの表彰台に上るのか、毎回変わってもおかしくないでしょうか。そうですね、はい、GT にはウェイトハンディもありますから、そうですね、はい、これでまただんだん重くなっていく車がどんどんこう辛くなっていって、はい、次に残っているチームがどんどん上がってきますから、はいはい、なかなか大変ですよね。ドライバー的に見ても GT300 の半数は GT500 で戦えるドライバーばかりですからね。そうですね、本当に誰が上ってもおかしくないですよね。さあ GT300 クラスの表彰式が行われました。ベストオーバーテイク賞を獲得した見事なウィナーでもありました RX7 の2人がポディウム中央、そして、シャンパンセレモニーを行います。フォトセッションがあってその後シャンパンファイトをします。
今ここで写真を撮っている最中です。今手元に進行台本を私いただいたんですが、由良さん、ありがたいことに今シーズンはシャンパンの名前がまだ書いてないですね。苦手でしたからね。はい、はい、ということで、シャンパンファイトをご覧いただきましょう。その前にインタビューもあるのか。あ、インタビューがないんですね。はい、あ、シャンパンファイト来ました来ました。織戸、片岡、織目、そして谷口、横溝、阿部翼、この6人がポディウムを射止めました。 GT300 クラス2010年の開幕レースです。3万人を超えるお客さんがこの開幕戦鈴鹿の決勝レースに足を運んでくれました。で、これまあ開幕戦ということもあったでしょうし、レースが面白かったということもあるんだと思いますけれども、これポディウム近辺は入らずに多くのお客さんが今日残ってますね。なんかルマンのゴールシーンのねえような感じですよね。いや、これすごくないですか。ね、はい、まあ、例年、まあ、レース終わった後は当然周辺の道路も混みますので、割と早く帰るお客さんもいるわけですけれども、今日はもう最後まで見ていこうと、いうことなんじゃないでしょうか。まあ、それぐらいこう感動シーンの多いレースでしたよね、今日はね。はい、いや、これはなかなか圧巻の風景です。横溝阿部も喜びで頬を緩ませました。連覇なるかというのがこのウェッツスポーツ IS350 の2人には期待がかかっています。福山さん、 GT300 は連覇ってないんですよね。あ、そうです ね、これがなかなか達成できてないんですよね。はい、まあ、でもスタートはなかなか順調ですね。はい、まあ、3位表彰台取ったということですね。はい、あと今日失ったガライアとシデンがどういうふうにね、この後っていうのがありますよね。まあ、レースオープニングラップでその2台はレースを終えてしまいましたが、まあ、レース中ちょっと由良さんコメントされていましたけども、特にシデンなんかは破損具合を見ると中1周で次の第2戦岡山が来ることを考えると若干不安もあるかなと。そうですね、一言じゃないですね。はい、それから、まあ、500の HSV のクラッシュした2台なんか特にそうなんですね。はい、あれは逆にパーツがね、ちゃんと全部潤沢に揃ってるかどうかも心配になりますね。一度にあれだけの車が壊れると。はい、さあ続いて GT500 クラスの表彰式です。500の方も、まあ、序盤上空は明るかったんですが、細かい雨、黄砂の混じった細かい雨が降っていたこともありまして、路面が非常に神経質で難しい路面になっていました。簡単に曲がってくれない車に苦しむ中、 HSV のワークス角2台のアクシデントもあったりした中、見事にタイヤ無交換作戦の最終的なピット判断、そのクルーの判断、チームの判断で決めた近藤レーシングが、見事にこの開幕戦の勝利勝者というふうになりました。300はね、タイヤ無交換っていうのはありかなと当然思ってたんですけど、はい、見事にやりましたね、500でもね。そうですね、はい、でそのマシンの修復であまりクルーが寝ていないという話をレース中にもしましたけども、近藤監督のインタビューを聞くと、エンジンが今シーズンから 3.4 に日産は変わってますので、それも含めてほとんど最近は寝てなかったって言ってましたね。そうですね、テストの時もトラブルが出たりしてですね、エンジンを交換したり、はい、次の日までに交換してまたテストをするみたいな形で、結構苦労してましたね。まあ、そんな苦労もありましたので、この GTR 陣営、まあ、日産トータルで見ても、まあ、気持ちひとしおのこの優勝ではないでしょうか。ちょっともうメカニックには焼肉パーティーでもしっかりやってもらってまたエネルギー回復してもらいたいですね。あ、でも伊沢と山本は嬉しそう。あ、これはまたフレッシュな、よくやりましたね、この2人は。そうですね、元気ですよね。はい、高橋さんも高橋邦光さんも、はいはい、今年はこういう若い子たち、本当孫みたいな子たちでですねはい、はい、ドライバーに雇ってですね、なんか楽しくてしょうがないんじゃないですかね、最初からこれで。画面左側、伊沢25歳、山本は21歳という若武者です。もう目を細めて見てるでしょうね。もともとその厳しく言わないですから、はい、まあ、ニコニコしてくださるんですけど、はいはい、でも今年は特にそうじゃないですかね。はい、さあ、そして JP オリベイラと安田博信が今、この主催者トロフィーを掲げました。
横浜タイヤが500も300も制したということですか。しかも5交換で制したということですね、はい、そしてこの車はレクサス、SC でタイヤブリヂストン装着です。今回レクサス勢の仕上がりがずっと一番良かったし、前半の流れを見ているとレクサス有利かなってずらっとレクサス並びましたよね、はい、でその後ここまで荒れるっていうのはね予想できなかったですね。そうですね、はい、これまた荒れたにもかかわらず3メーカーが表彰台すごいですね。これ本当ですよね、はい、予選も決勝も3メーカーですね。そうですよね。これでも伊沢さん、はい、伊沢はあのファーマンの元でいろんな勉強もしました。ただ車も壊しました、はい、いろんな悔しい思いもしてます、でこれエースになっていきなり表彰台ってのは相当嬉しくないですか。それはそうです ね重責がありますからね、はい。さあそして、オートバックス記念カップトロフィーを贈ります。引き続きオートバックス播磨地区代表株式会社オートバックスセブン代表取締役社長の金田光雄さんから JP オリベイラとそして安田博信にこのトロフィーが贈られました。今日あの、はい、エネオスのチームも一瞬やったもらったぞって思ったんじゃないですかね。そうですよね。よもやタイヤ無交換っていうのはちょっと読めなかったと思うんですね最初は。でも作戦通りだっていう感じだったと思うんですけど、まあ思わぬところですごいあれがありましたね。そうですね。でこれ表彰台見ると1位と3位が無交換ですか。3位は日本交換です。3位は日本交換でしたね。全部違うんです。戦略が4本変えたルマン、無交換の近藤、それから日本交換のレイブリックという、これ面白いですね結果としては ね、というリザルトですけれども、これあれですね、序盤レクサス勢が圧倒的にリードしたじゃないですか、はい、でセーフティーカーが入ったと、はい、でレクサスはリードしていたから先に入ったことでこうタイヤを変えた時の難しさをみんなに教えてしまったということですよね。あ、国光さんがいましたね。やっぱりニコニコしてますねこの2人年齢足しても46歳にしかなりませんので国さんよりも優に若い2人の、僕の年にも達しないですよそりゃそうですね、はい、という、まあ、若いコンビが見事にもう最後はあの伊藤ね背後から山本脅かすところまで行ったわけですからね、はい。ということで、レース全体を振り返ってみれば話は尽きないんですけれども、由良さんと、はい、それから福山さんに、ちょっと今後の展望してもらいたいと思います、はい、そうですね。今日実はこの放送席に入る前にあのスタンドインファンの方にですね、今日の由良さんの勝利の予想をしてくださいって声かけられたんですね、はいはい、ごめんなさい今日予想できない、はい、あの本当どれが来ても全く予想できないです。本当その通りになって、はい、これ今シーズン面白いですよ、きっと、はい、もう展望って言ったらわからないしか言えないですね。そうですね。福山さんいかがですか。僕はやはりあの坂東さんがね、坂東社長が、はい、ドラマティックなレースをって挨拶してましたけど、はい、その通りになったなと思いますね。やはり感動のシーンの連続を期待したいですね、うん、やっぱりね。そうですね、はい。まあ、そんな風に考えてみますと、この先待っている全てのレースに対する高い期待感を感じられる最高の開幕戦になったのではないでしょうか。解説由良拓也さんと福山英雄さん、実況下田でお伝えしました。お二方どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。開幕戦鈴川近藤レーシング500クラス、そして RX7 が300クラス、見事に優勝を飾って幕を閉じています。